須田京介マネキン人形殺人事件第一章アトリエの惨劇それは一枚の短冊だった碧五頭流の筆で目の涼し蒲氷に降りし女かな ヤシの木とあって「東海道中銀」とわきがきがあった兄さんの金作ですねえ先日関西から帰っての歌ですって。と久子が言った時「うおーという恐ろしい悲鳴と続いて「バーン!」という銃声が。 二つ置いた向こうのアトリエの方からしてきた。酒の座にいた人たちは、一様にはっとして固唾を飲んだ。続いて、おぉ<ー>といううめき声がした。あっひさこが青ざめた顔で立った。小銃を開けて人々が廊下に出たとき、 パタンとどっかのドアの閉まる低い音がした長い廊下をちょっと左手に曲がって彫刻のアトリエがあった人たちがその廊下を半ば行った時弟子の神田光一が真っ青な顔をしてふらふらとその曲がり角を曲がってきた神田さんどうしたの久子が引きつったような声で聞いた神田はその声を聞くと 一瞬びっくりして棒立ちになって人々の顔をじっと見つめていたが左手を壁につき上体を曲げるとゲイッと胃のものを廊下にぶちまけてしまったすすみません神田は一層青ざめた顔を上げとろんとした目で久子をそれからゆっくりと人々を見回すとくたくたと廊下に座ってしまった。 人々は神田をそのままにしておいてアトリエに飛び込んだ一番先に進んだ一人が勢いよくドアを開けると「おっ!」と叫んで立ちすくんだそれは天井の高いアトリエで作像や石膏像があちこちに置かれ一方は窓その反対の壁いっぱいに300号台のベラスケスの模写の油絵がかかっていた やや中央に書き物テーブルがありそのそばの豪華なソファーとの間にこの家の主人であり彫刻家の大村新が腹部を打たれて赤に染まって倒れていた大型のピストルが1丁2尺ばかり離れて転がっていた等身大の美しいコスチュームをつけたマネキン人形が1つ そのそばに立ってじっとそれを見つめているのが妙に印象的であったカタカタカタとどこかで音がしている見ると彫刻用のターンテーブルがその螺旋の上でゆっくりと回っていた姉さん久子は大声でこう言って駆け寄った大村どうした人々は手をつけようとしたが ぎょっとして立ちつくんだ。顔がみるみる土色に変わっていく。ひさこが抱き起こした。兄さん彼女の手はわなわなと震えて、涙がその美しい目から止めどなく流れた。寝台に寝かせよと誰かが言った。人々はそーっと抱きかかえて寝台に移した。ああ と大村は動かされたのでうめいていたが人々が寝台の上に下ろすと「噛んだ」とはっきり一言言ったそしてそれが大村新の言った最後の言葉であったその時玄関の開く音がして酔った靴音が聞こえたどどうしたんだ こう怒鳴りながらアトリエに入ってきたのはさっき亡くなった酒の補給によし俺が挑発してこようと言って出て行った石山であった人々は大村の死体を目で示した「おお<う>」と言って石山は首を伸ばして人々の肩越しに覗いたが何を思ったかハッと直立不動の姿勢をとり軍隊式の敬礼をするとくるりと厳びを返した。 と、その足にカタッとピストルが触ったので彼はそれを手に取ると軍隊用の式だな。と独り言のように言ってテーブルの上に置いた誰だ大村を撃ったのは軍隊で傷ついて失った片目を不気味に光らして石山は人々をにらみつけた誰も返事をするものはないがっ 神田はとしばらくして一人が言った神田だってと石山はギロリと独眼を動かすとアトリエを出た人々も継いで出たがその神田の姿はもうその時大村の家にはなかった誰も出ちゃいかん石山は軍人の口調でこう言うと外からアトリエに鍵をかけ 警察に急報を刺したこうして日本の商業美術の大家であり官邸の審査員だった大村新た殺害事件は全日本の新聞に謎の殺人目撃者は自作のマネキン人形のみマネキン人形殺人事件と彩りを添えて報道されたのだった神田浩一は「復読して」 フラフラと自分の家に舞い戻ったところを逮捕された大村の死に際に行った神田はやはり犯人神田浩一を指していたのだった警察病院のもう灰色に変わった病室の格子のはまった窓には重いカーテンが降りていたどこかで氷の割れる音がしているどうして君はあの大村氏を撃ったのかね 須郷検事が静かに神田に聞いた医師と隅に看護婦が一人普通の病室とは変わっていないが室外に立っている武装の警官がものものしかったぼ僕が先生を撃つなんて神田は左手でギュッと枕をつかみながらその青ざめた顔を上げてそう言ったが顔声は妙にかすれて弱々しかった だって君は人々と廊下であったね。みんなはあの時君がアトリエから出てきたと言っているよ。う、嘘です僕はアトリエからなんか出たんじゃないんですみんなはすぐその前、バタンとドアの閉まる音を聞いたという。ドアの閉まる音とンダは思い出すようにこう聞き返し、やがて。ああ。 それは。と言ってブルブル震え出した。それでも君はまだ白を切る。時間は君だと指しているよ。銃声が鳴ってからちょっとしてその音はしたのだからね。と検事は言ったが、ふとその顔には皮肉な笑みが浮かんだ。死んだ先生がまさかドアを閉めはしないからね。い,いえ。神田は、 じっとそれを首を垂れて聞いていたが弱々しくこう言うと実はあの直前そうです石山さんが酒を買いに出られたすぐあとです先生もふらふらと酒の席を立って行かれましたかわやかと思っていましたがそのうちアトリエから私を呼ぶ声がしましたので私もアトリエに行ったのですお、お。要は何だった ようですかと、神田は、ちらと哀れみをこうように、ケンジを見たが、そのまま目を伏せて黙ってしまった。妹の、久子さんのことだったね。と、ズわリとケンジは言った。それを聞くと、青ざめた神田の顔にポッと赤みが差してきた。そして、黙ってうなずいた。君は、 久子さんをもらいたいと言ったそれで君はええあの朝も先生にそのことで叱られたんですだが私たちは先生のご理解あるまで何年も待つつもりでいます結婚生活に不幸だった先生はひどく久子さんの結婚に反対していられたのですそれであの夜またアトリエでそのことが繰り返され君は大村氏を撃ったんだね とんでもありませんさっきから言っていますように、体温がある先生をなんで私が殺すものですか先生に叱られたのも事実ですし、私の口答えしたのもそういありません。しかし、先生と争いをしたのではないのですが、先生はひどくおい切通りなすって、それは酒のせいでもあったでしょうが、突然、出て行けと大きな声で言われたのです。 君と指定の縁を切るという意味だねいいえ私も酔っていましたしその時はただこの部屋から出ていけということだと解釈しておとなしくその部屋から出たのですそして用を足してまたそのドアの前を通って死後干しますとあの銃声を聞いたのです引き返そうかと思っているうちええ 酔っていて頭の働きも鈍っていました。人々が廊下に出てきたのです。では、なぜ君は人々にすみませんと言ったみんなはそれを君が大村氏を殺害したことを誤っていたのだと証言しているよ。違います違います神田は激しく手を振って。そんなことはありませんも、僕は、 あの時みんなの前で戻してしまったのでそう言ったのですんふんと検事は皮肉に鼻で笑うとだって大村氏は死ぬ時はっきり勘だと言っているそれを君はどう解釈する君には先生を殺す動機と思われるものは十分あったそして大村氏の生きている最後にあったのは君だ ピストルを持っていることも君は知っているピストルの音の後にドアが閉まっているそれに君は何のために毒を飲んだ菅生検事はこう言ってゆっくりタバコのケースを開けただだがやっぱり殺したのは僕ではありません神田は悲痛な声でやっとこれだけ言うと そのおえつを枕で覆ったいつしか人々の廊下を行く足音もやんで下を通る商船電車の響きだけが近く聞こえていた検事は二三度頭を振ると黙って病室を出た菅生検事がその夜遅く検察庁の自分の部屋に戻ってくると弁護士の足田氏が「やあ と言って立ってきた留守中の空き巣狙いをやっていた少し遅いがしばらくだったさっき聞いたんだがあの大村殺害事件の君が弁護士だってハハハ嫌な奴が向こうに回ったものだね <laughs> 強敵という意味かと足出しも笑いながら言って並んで腰を下ろしたいや 愚かな奴というくらいの意味だよ。こいつというと、足田は、まるで学生時代のように、検事を撃つ真似をした。二人は、中学、大学と一緒で、しばらくは司法省で机を並べた中でもあったのだ。今日、病床尋問したんだってと、しばらく笑っていたが、足田氏が聞いた。うん、全部否認さ。だろうさ。 奴は犯人じゃないもの。ほう<お>。と、菅生検事は言ったが。それは雑談としてのことそれとも、検事対弁護士としての仕事の上で。そうさ、仕事さ。なるほど。君の息のかかっていそうな犯人だ。自分に不利益なことは言わない。容疑者と訂正してもらいたい。 第一、凶器に神田の指紋がなかったそうじゃないか。うん。あったのは石山のだけだ。それを君は何と説明するんだははは。<laughs> 弁護士1年生みたいなことを聞くな。そんなものは手袋をしていればつかないくらいのことはこの頃の子供でも知っている。今頃の坊ちゃんは探偵小説なんて結構なものをちゃんと読んでいられる。それを君は。 あの神田が知らないとでも思っているの知ってるよ。僕も探偵小説くらいは読んだらね。と、足出しは逆に皮肉った。だが、みんなの証言にあるように、神田はランニングシャツにショートパンツだった。手にも手袋なんかを持っていなかったと言っている。それで僕も、もちろん君たち検察人もね、その手袋ってやつを探したが、 あの家からは出てこなかったね。おお。やはり君は一年生だよ。手袋ぐらいどこにだって入れられる。だって、あの時神田のつけてたショートパンツにはポケットはないよ。なるほど。そこまで気がついたのは偉い。だが手袋だって、飛行手袋や軍手ばかりじゃない。という意味は 丸めると梅干しの身くらいになってしまう絹の手袋だってある。うーん。それに、神田がハンカチを持っていなかったとは誰も言っていない。また、持っているのは当たり前だよ。夏だからね。だから人々にもそのハンカチのことは記憶にない。そのハンカチで凶器を包んで使うことだってある。それはあり得るが、 決定的な証拠にはなり得ない。ただこの場合、指紋をあまりに重視する反証として言ったまでさ。だが一つ僕の方の材料として、あの被害者の最後に言った言葉、神田さ。なるほど。それは材料にはなる。だがそれも素材だけに過ぎないよ。ただ神田じゃ、神田区の神田かもしれないし、前後に言葉がついて、 神田くらいいの意味かもしれないよそれはそんなこともあるかもしれないだが状況証拠のこれほど揃っている犯罪にその被害者が言った神田という言葉を容疑者神田光一の使命だったと解釈することが一番自然じゃないかそれは例外なしとは言わないよだがあまりにひねくり回してこじつける弁護士という職業を僕は軽蔑する こりゃひどい。神聖なる弁護士という職業、及び弁護士諸公の代表として、もが君を武告罪で告発する。<laughs> あまり神聖なる職業でありそうもないぜ。中には怪しい奴もいる。ギャングや大口脱税者の用心棒もいる。ははは。検察諸公だって。スルメで挙げられたり、本庄事件みたいなものもある。ははは。 泥じ合いか。話を元に戻そう。被害者大村が神田と言ったことだ。余心場一歩を譲って彼が神田孝一と言ったとしよう。だがそれがこの場合どれほどの価値があるんだいあるいは神田に師匠として用があったのかもしれないし、死ぬ間際に久子との間を許してやりたかったのかもしれないよ。どうも悪く取ることばかりするんで。 僕は、検事という職業は嫌だ。しかし、被害者の死に際に言う言葉ってものは、おおむね、犯人の名を言うことが多いものだよ。探偵小説的にはね、君もこの頃探偵小説の鬼になったらしい。君だろう。この頃、検察庁中で探偵小説を書く男がいるという噂の本尊は。一つ、浜尾史郎検事のように行くか 何しろ安月給じゃ食えないし、まさか今流行りのストライキともいけまいからな。と、足田弁護士は毒舌を捞した。やるさ。時にはやって殺人犯人を全部無罪にして釈放してやる。<laughs> それが君の言える皮肉の精一杯ってところなんだね。小説は読むよ。読まんとひどい目に遭う。 いつかの事件のように誰かの小説のストーリーを喋られてこうしたものを読まないから機関たちには人情の機微なんて高等な感情がわからないんだと弁護士殿にやられたことがあるだがね足田僕は物語や探偵小説のストーリーを話しているんじゃないんだもう一度君もあの現場を見てくれたまえ二十畳も敷かれているという天井の高いアトリエで 一方は窓。その窓という窓には全部鍵がかかっていた出入り口は2つ1つはみんなが銃声を聞いて飛び込んだ後は。そこからネズミ1匹出ていかないことは幾同音に証言している今一つの入り口は窓と並行した側にあってこれにも情が降りていた窓の外は柔らかい土で雨の後だからちょっとの後でもわかるはずだが もう何日も人の歩いた跡はない雑多に彫刻類はあったがその中に隠れるほどの大きいやつはない大きかったのはそばに立っていた等身大のマネキン人形で衣装付けはしていたがそのスカートの中に入れる子供だとは君も言うのじゃないだろうじゃあ犯人はどこから逃げたんだ彫刻代も信代も 書き物テーブルの下も見通しだ。戸棚や押し入れはないよ。酔っ払ったとはいえ、ドアの外には当の神田がいた。座敷で飲んでいた上田二見たちは、久子と一緒に廊下をやってきた。それから今一つ見逃せないことは、ピストルの音の後にドアの閉まる音がしたってことだ。それは神田しかできない。で、もし君の言う通り、 神田が犯人でないとするとどうなるんだいただそれは探偵小説家やその鬼たちを喜ばせる密室殺人事件ってやつになるじゃないか。ねえ、足田くん。君の刑事事件の弁護士になって10年間に一つだって密室なんてものあった。あれば捜査官の見落としさ。もちろん日本の建物がそんなことには不向きにできてはいるがね。 ただし自殺にはその密室の形があるなるほどその君の説には同感だという意味は君のその自殺もこの場合成り立つということだようまく逃げたねあれを自殺と片付けるか神田が犯人でない場合はね自殺説もまた妥当だろうだが自殺には動機が必要だ 動機そんなものは自殺は発作的にやることだってあるよ別に金にも浮世にも苦労のない奴が大引けの信内の流しを聞いてふと死ぬ気になったって話があるよ月がいいってんで虫の音が寂しいってんでセンチメンタルな奴には雲の動きさえ自殺の動機になる君知ってる ?10 年ばかり前にあのユーモリストの 金にも世の中にも何の心配もなかった洋画家サブリ・マコトって男の自殺事件を。今になってもあの自殺の動機の片鱗すら分かっていないんだよ。そりゃ広い世の中だからね。そうしたことも絶対にないとは言わないよ。だが、あまりにプロパビリティの少ないものを盾にとっては困る。多い少ないな問題ではない。不幸にして何万例に一つの 大村がその当人であるかもしれない。と言ったって僕は何の証拠も持たずにその説を誇示するものではないよ。凶器ピストルだね。あの死体と凶器の距離はまた自殺の最大可能距離でもあるのだよ。なるほどいいところに気がついたのはさすがだが古来ピストル自殺に腹部を撃つやつはないよ。と検事は言いさしたが。 何か思い出して <laughs>。と笑ってしまった。はっはは親切だね。軍人にしてある。東条さんがボディーショットのお手本を見せている。と足田弁護士も笑って。嫌なことをやったもんだ。はははそれも何万例の一つの組さ。だが、 それだけで自殺と決定するには材料があまりに不足すぎる。凶器は現場に、しかもその距離は自殺に可能な距離でもある。部屋は密閉されていた。これだけの状況証拠があっても。だが、また言うが、それを裏付ける動機を僕は欲しいんだ。動機はこれから探せよ。雨が降っていて寂しかったってね。 大村氏は酒の上では泣き情報かいそれが君のシャレかいははは。<laughs> もう自殺同期捜索はごめんだ。自分の非弁護人のためにはやりかねない君たちだからね。今のところそれだけではやはり神田の容疑は白くならないよ。だってピストルには神田の指紋はなかったぜまだ言っている。 君にも似合わず少ししつこい石山の指紋があったと芦田弁護士は静かに菅生検事の目を見ながら言ったそれは石山が足に触ったので手に取ってテーブルの上に載せたというのだなるほどと芦田はじっと考え込んだそして窓を過ぎる日差しを見つめていたが 指紋はそれだけだったのかなと検事の顔に目を戻しながら言ったいや今一つ不明の指紋があったんだ不明って形のはっきりしない指紋のこといや誰のかわからないやつなんだピストルは大村氏のものだったんだねうんそれを知っている者は 容疑者それに久子なんだかね他の連中は見たこともないと言っている誰か他に出入りするやつでそのピストルに触ったやつはいないのかいない大村はそいつを持って歩くことはないんだねないそうだ鍵のかかった小さな絵の具入れの戸棚の中にケースに入れて置いてあった 最近出していじっているのは見なかったと久子も神田も言っているそこへ電話のベルが鳴ったので手近の鷲田が受話器を取って一言二言聞いていたが君のところへだ鑑識からだおお今頃と菅生検事は言って受話器を取ると菅生ですよええええ ありがとう。何指紋がバカな。明日よく説明を聞きますよ。そんなことが。いや、ありがとう。そう言って、ぶっきらぼうにガチリと打ち脇を置いた。はは、なんだい大村事件のかいうん。と、検事は不機嫌に言って、タバコに火をつけた。 バカに機嫌が悪くなったね。指紋が何とか言っていたがあの凶器にあったやつは菅を検事の指紋だとでも言うのかいうん、と検事は苦虫を噛みつぶしたような顔でタバコの先の白っぽくなった灰を見ていたがそれがさあのピストルにあった指紋は人間のものではないというのだ。 ぽっつり言った。へえ、人間のものでないってうん。おお人間以外にも指紋があるのかい。こいつは初耳だ。我が警視庁の鑑識も発達したもんだ。味だ、混ぜっ返すなよ。それで僕は考えているんだ。鑑識では、石山以外のもう一つの指紋は、 と区切って浮かなない顔をしながらそれがね生きた人間のものではなくあの死体のそばに立っていたマネキン人形の指紋だというのだよななんだってと芦田弁護士はびっくりして立ち上がった第2章 指紋と固めそれは美しい等身大のマネキン人形である戦前フランスで商業美術を専攻してきた大村新の作品でそれは近代的な新しい材料で作られていた金属製の硬い材料の上をプラスティックか何かで覆いそれに色彩をしたもので髪の毛唇頬 それは一見生きた人間をそのまま何かの方法で作り変えたのではないかと思われるほどであった昔カメハチなどが作った生き人形というものがありいかにも美しくはあったがしかしそれはいかにも作り物という感じから一歩も出ていなかったそれが生々しくあればあるほど何かしら不気味な不快さが感じられたが新しいこのマネキン人形は ああまりにもリアリアスティックな出来であった。それはデパートなどで衣装付けしてその飾りに使ういわゆるモデル人形と呼ばれるもので獅子はいろいろなポーズに動かすためその関節部は人間のそれのように柔軟性を持たせていたそれは芸術家の持つ一つの遊びだったかもしれないがそれを調べた人々はあまりにもそのリアルな作り方に戦慄に似たものさえ感じた 顔ばかりでなくその2つの隆起さえまるで生きた若い乙女のそれのようにプリプリと弾んでいた大村のアトリエで人々はその衣装の一枚を取るたびごとにハッとした下着を取り肌着を脱がしたそれには丹念にパンタロンまで履かしていたあまりにも美しい死体だった 人々はその中にミロのヴィーナスを見た肌は滑らかに粘っこく温かみさえ感じられると思ったそれは大村新の一つの美しい偉大な仕事であった人々は大村新が長いこと独身でいるその原因がこれであることを知った彼はピグマリオニストであったのである それは長い航海に出るものの一つのコロアギーであったデルタの毛とバギナに似たくぼみさえ人々は見たのであるだからこの手に指紋があったとで不思議ではなかったしかしその指紋はどこか人間の持つものとは変わっていたが肌着を手に取った菅生検事は「おや<よ>?」と言ってそれを芦田弁護士に渡した ふーんとジャスミンの香りがちょうど若い女の肌の分泌の匂いのように甘く滑めかしく顔を打った芦田がそれを手に取ってそれから老眼鏡をもう一つ眼鏡の上にかけてみていたが「うん」とうなった黒っぽいちょっと四角くらいの布に小さく2行に「目の涼し」 氷に下りし女かなヤシの木と書かれてあった検事は芦田弁護士から受け取ると拡大鏡でそれを調べたそれは癖のある大村の字であった油絵の具か何かで書いたもんだねと芦田弁護士が言ったうんこれと同じ句があったねああ 部屋の壁にかかっていたよ短冊にあったくだうんただ単に旅行中の慰みだと思っていたがと検事はため息をついてつぶやいた何を意味するだろうさあ僕は別に意味なんかないんじゃないかと思うんだがことに犯罪にはねこれも一つのアーティストの遊びと見ることはできない ことにピグマリオニストとしてうんと菅生ンジはぼんやりと明るい生涯の空を見上げた窓いっぱいに太いカシの木が枝を張ってその間から澄んだ空がのぞきハモレビがガラスにエメラルドのように転がっていた君は苦がわかるしばらくしてンジが足だに聞いた え何だってとぼんやりベラスケスの模写を見ていた芦田弁護士はびっくりしたように振り返った君は俳句がわかるんだったね昔やっていたね新しいやつをうん新傾向を開校に投書していたじゃあこの句はわかるんだねああ句としてはねだがその中から犯罪の匂いを嗅ごうというのは無理だよ そこまで飛躍する頭を僕は持っていない。くんならわかる。悪くない句だよ。しかし、新傾向の句としては少し古いがね。新傾向の月並みか。まあね。と、二人が妙な俳句問答をしているところに、庭の方から大きな声がした。おや本庁の棚みくんじゃないか。と。 きをたてがっああ亜美さんらしいねと芦田弁護士も言ってほほ笑んだそのあとは肩に取っておいてもらうんだね気がつかなかったのかなと棚網警部の大きな声が聞こえてきた何か見つけたらしいねあみさんと検事が言いかけたところに搬出口の庭に面した扉から 血色のいい丸い,顔が覗いたおや来ていらっしゃいますねコンビで。と言って田上警,警部は白い歯を見せて笑った「君ももう来るだろうと思っていたよ」と芦田弁護士が言った「何か発見したらしいですね」ええー、何大したものでもないんですが。と言って上がってきた。 50を少し越したまだ髪の毛の真っ黒なカミソリのよく当たった方。太い眉毛笑うと歯が子供のように白い彼の持論で服装はいつもきちんとしているグレーの両前がよく似合った年よりも若い第一捜査課長で警視庁切っての名捜査官若い時はその馬力と熱情で事件に食いついたら絶対に話さないというのでブルの棚編みと言われたのが いつとはなしにぶりあみさん。それから一転して単にアミーさんと親しい人たちから愛称で呼ばれている。棚網工作警部だった。アミーとはフランス語で友達の意もある。門からこっちに56歩窓の方に入った靴跡があるんです。長靴ではないかとふと思ったので。おお、長靴とはらいね。 と検事は笑いながら「もくも気がついたがあの足跡は56歩切りで途中で消えている現場まで達していない」ええ大した材料でないと思うがちょっと気にかかったその途中で消えている点ですまた土の上を戻らずにすぐ今度は芝生に入ったんだろうと思うそしてその足跡の主はどこへ行ったんです 芦田弁護士が聞いたそこから引っ返したんでしょうねと検事が言った何の用でさあ今のところそこまでは分かっていませんよそれにまだ誰のものとも分かっていないのですからね一応石膏型に取らしておいたからあの夜集まった連中の中を探してみると出てくるかもしれないと思っていますよ 長靴だと言ったね。と弁護士が小首をかしげながら聞いた。ええ、軍隊用のものだと思うんですがね。じゃあ、あの夜集まった連中の中で、旧軍人であったやつをまず探すことだ。と検事が言った。軍人なら石山だ。彼は将校だったからね。それに軍人じゃないが、 被害者の大村氏だって軍靴の長いやつを持っている弁護士はそばにあった美術雑誌のページを指でパラパラはじきながら口を出しただが大村氏の長靴はしばらくはかれなかったらしい玄関に下がってうっすらとほこりが積もっていました今貴心にちょっと見てきたんですがねでは石山と検事ズバリというところですね まず間違いないところでしょうね。ほう,おう！と検事は言って、じっと警部の顔を見ながら何か思い出そうとでもしているようだったが。そういえば、あの時のありわいが石山急には何もないね。とぽっつり言った。そこへ所轄署の寺山所長が入ってきた。それを見ると検事が笑いながら言った。 何かひと、ねえーえー、つふたつおおそれはお宝だ君のところにはいいのがいるからねと警部も笑ってたばこのケースを出した寺山所長はその1本を抜き取ると左手でマッチを探ったので立って芦田弁護士がライターをつけてやった寺山所長はうまそうに一服すると 僕はあの時から石山を容疑者と睨んでいたんですがね、まだ検事の令状をもらえんで弱っているんです。昔のように引っ張ってから泥を吐かせることができないんで、やりにくい。はっははは、転換期だからね。それに慣れるまでしばらくは勝手が違うよ。ここにいる旦那なんかは。 と警部は笑いながら芦田弁護士を指して「ははっすぐ人権蹂躙とかなんとかおっかないものを振り回すんでね」「ははっはひどく悪く言われるね」「人権蹂躙はいいがそれのために犯人まで保護しているみたいでね少し頭のいいやつはその間に証拠を隠滅しますよ」 それをやられるんで困るんです。と寺山所長。じゃあその、君の石山も。と検事が口を入れた。ええ、早いところ引っ張らないとね。じゃあ確証はまず、ピストルに彼の指紋があることが一つ。次に、 あの時のアリバイがあの集まった連中の中で彼だけがなかった銃声がするドアが閉まる神田を人々が廊下で見てアトリエに入って寝台に被害者を寝かせた時に石山は入ってきた大村氏を殺害してあの部屋から抜け出し玄関を回って入ってくれば ちょうどそのくらいの時間になるのですと寺山所長が説明したじゃあ動機はと検事が聞き返したおそらく台湾時代石山は飛行隊にいたし被害者の大村はあの鯛好きの食卓だった大村は終戦直前 石山は捕虜生活をしばらくして帰ってきている帰還後石山はしげしげとここに訪ねてきている石山は粗暴で感情もかなりラフな男ですそれに石山って男は芸術のわかるような男ではない酒飲みで根、ね、っからの軍人ですからね あの夜だって芸術家でないものは彼だけだったのですから。なるほど。二度に一度は大村氏はイルスも使ったらしい。それは久子さんの証言ですがね。悪く考えると何か大村氏を恐喝していたとも思われる。 金もやっていたらしいと、やはり久子さんは言っている。うーん。と、けんじは目をつむって腕を組んでいたが。じゃあ、その石山のあの時の状況はと聞いた。石山は、不足になった酒を買いに出た。酒を仕入れて帰ってくると、 アトリエに明か,りが入っている明かりが入っているということは大村がその中にいるということなのですそれを知った石山はあの搬出口の窓側のドアから入ったその時は何かの理由でそこには情が降りていなかった 彼は強行後、またその搬出口から外に出て、何かの方法で外から情を下ろしたのです。合鍵ぐらい作っていたかもしれない。そして、その銃声を聞いて、人々がやってくる。石山は玄関に回って、何食わぬ顔して、 人たちの後ろから入ってきたのですだがその出て行った窓の外には足跡はなかったさっきの石山の足跡はその窓から六七軒離れているからねケンチが言ったあの蒲町から約2メートルくらい飛んで窓下の砂利の上におり 雨落ちのコンクリートの溝を伝わって玄関に回ったのですよ。なるほど。それで後はないのだね。と田波警部は言ったが。だってそれじゃあ寺山君、少し論理に合わないところが出てきてるよ。あの夜は少し雨が降っていて、あの門外は抜かっていた。石山はそのぬかるみを返ってきて、 じゃあどうしてその泥を少しもアトリエにもカマチにも残さなかったのかね靴は飛びつく前に脱いだ。じゃあピストルに指紋を残すくらいのやつ、その扉に指紋があったろうねいやそれはないのですよ。そのくらいの用心はしますわね。その男が、 大切な狂気にはっきりと指紋を残しておいた矛盾をどう説明する消す機会はいくどもあったよ。それをまたいじってさらに指紋をつけているのはどうしたわけだろうええ。それがやつのトリックだと見ることはできませんか。余震場ドアに指紋があったってそれは確証にはなりませんよ。 四六時中やってきている彼のことですからね。だが、狂気にあったんじゃ絶対です。いかな犯人でも、狂気にある指紋だけは恐ろしい。それを消すことが、どんな犯人でも望んでいる最大事ですよ。あの凶行は、とっさに行われたと見るべきですからね。 それほどの用意が犯人になかったと見ることが自然ではありませんか石山はピストルで大村を撃って飛び出してから閉まったと気がついた。それはピストルに残してきた指紋のことです。人々はもうアトリエに入ってきている。時間はない。 利口な犯人ならその時どうするでしょうそれを拭き取るより、ええ、拭き取るなんて消極的なことはあの際最も危険なことですからね。それより、もう一度みんなの前でそれを手に取ることです。奴はそれを みんなに印象づけるように、軍隊用のピストルだな、と、はっきり言っている。上手なトリックですよ。じゃあ、その他には指紋はないんだね。と、検事が聞いた。あったって、彼は指示をているのだから。と、田中警部が言った。 じゃあ、一つ石山を尋問してみるかと検事が言ってあごをしゃくったそれを見て一人の私服が出て行った石山が呼び入れられた痩せてはいたが見るからに旧軍人らしいがっちりした骨組みの背の高い日に焼けた精悍な顔よく手入れのされた漆黒の髪の毛コールマン型の口ひげがよく似合っていた 入ってきた石山は鋭いその目で一同に目礼すると静かに示された椅子に腰を下ろしたご用がありますそうでといった口調には強い軍隊なまりがあったうんちょっと一つ二つあの夜のことで聞いてみたいことがあったねと検事が静かに言った何なりとも君は と寺山所長が言ってちょっと検事の方を見ながらいいですかと目で聞いた検事はうなずいたまず君と大村氏の関係を聞きたいのですがね所長が石山の真正面に座を直しながら聞いた終戦1年ほど前に大村さんが僕たちの隊の配属になったのです 一種の科学技術のことですフランスに行っていたということが僕と仲の良くなる一つの絆でした言い忘れましたが僕たちは仏うの南の島から転身して台湾に来たのですその仏う時代からですええ別に特ダネの関係ではありません酒がより多く二人をつないでいたのでしょうね 石山の方にはうっすらと笑みが浮かんだ大村氏は君より早く帰ってきたんだねそうです原因はさあ大村さんは病気だと申し出ていましたがね実は軍でも戦況はあまり芳しくなくなっていた時なのでなるべく一般人は帰ってもらう方針を取っていた時です 君はその後帰ってきて大村氏に再三金銭で厄介をかけていたそうだね寺山所長はそう言って日と彼の目を見つめながらその表情の変化をその中から汲み取ろうとしたしかし石山の顔には何の表情の動きもなかったええちょっと行けなかったんですが帰ってきてあの大きな変動で。 一番心の中を広く揺すぶられたのは僕たち職業軍人だったのですカントにはつけず将校というので妙に忌避されやけになって酒をあおったものですから大村先生にご迷惑をかけるような始末になっていい金づるだったんだねえと石山は目をキラリとさせて聞き返すと その顔に軽蔑の表情を浮かべながら言った。それは、僕が何か大村先生をいたぶっていたとでも言うことなのですかまあねえ。何のためにうーん。僕の方で、それを君に聞きたいと思っているのだよ。なるほど。 と石山は言ったと石山は言ったがしばらく考えてじゃあそんなことであなたたちは僕を大村先生殺害犯人とみなしているのですね図星だろうね君がそう思うようにじゃあ口紅に皮肉な笑みを浮かべてその大切な金の手鶴を なんで僕が立つ苦をしでかしたんです金の卵がたくさんその腹にあると思ったんだろうね犯人は少しまとまった金が欲しかったのだろうね石山君石山は黙って頭を振った人々は黙って寺山所長と彼の問答を聞いていた ちょっとの間話は途切れただが僕は彼を殺しませんでしたよとしばらくして石山はゆっくり人々を見回しながら言った君の指紋が凶器にはっきり残っていてもねえと寺山所長は皮肉に出たピストルのと石山は言って そのピストルの指紋は後で私がここに入って手に取った時ついたのですそう言うだろうと僕は思っていたよそれが君の用意したカムフラージュだったんだからねそれを聞くと不意に石山はびっくりしたように顔を上げたそしてその顔にはみるみる困惑の影が濃く広がっていった ただどうしてあのドアの取っ手に指紋を残さなかったかそれを聞きたいんだがね手袋を用意していたね君たち職業軍人は夏でも手袋をつける習慣があるよ石山はポカンとした地方的な表情でゆっくりドアの方を見て それから人々にその視線を戻すと。ドアの指紋？手袋って何のことです？忌民が強行をどうしてこのドアに指紋を残さず出たかということさ。鍵はどうしたね？鍵って？そのドアの鍵ですか？うん。あなたの言うことの意味は？ 僕にはわからないのですがねまあいいじゃあ君は酒を買って帰ってきて門からどんなふうに玄関にかかったまっすぐに門から敷石を通って玄関に入りましたよふんふんと所長の顔には霊賞が浮かんだまっすぐに来たと言ったね ええ、しかし石山の顔には不安の表情がふと動いたそのまっすぐに来たという君の靴跡が門から5軒ばかりのところでちょっと左に56歩動いてアトリエの方に来かかっているあそうでした思い違いです思い出しましたと石山は慌ててこう言い直すと ハンカチを出してその額に流れる汗を拭きながら続けたええそうですちょうど門を入ってすぐですアトリエに明かりがついていて見ているとあの雨の夜中にスーッと搬出口のドアが細めに開いたらしい光の島が雨の中にできたのですだが親と思う間もなくその島はなくなりましたその時 歩あの土を踏んでいたのですええー、そうです思い出しましたなるほどじゃあその前後君はピストルの音を聞かなかったさあ聞きませんでしたこの通り窓は二重になっているしドアも菓子の木の厚いやつです君は長い軍隊生活をしていたのだから 聞けばそれが銃声だと判別できるね。ええー、できると思います。だがご存知の通り、ここの門の下の方を小線も都電も並行して通っています。私は酔っていましたし、その時小線でも通ると、その音は消されてしまいますから。なるほど。ないとは言えないね。 しかしちょうどよく商船がやってきてくれたものだ。と所長は皮肉に言うと、その君の靴跡ってのは、それから先は消えていたがね。石山は返事をせず考えていたが、そこからすぐ芝生を通って、また敷地に出たのじゃありませんか それを僕が聞きたかったのさ。そのようにしてそれが可能であるように、君はその方法でこのアトリエに入ったんだね。それほどのトリックを考え出す僕が、なぜ後からその足跡を消さずに置くような具をしでかしたんですはっはっはっは石山君 と所長は立ってきて石山の肩を軽く叩きながらその頭のいい犯人はね全部が全部きれいに反跡がなくなっていると一層捜査官の疑問の深くなるってことを熟知していたのだよだからだから探されて出てきてもちゃんと言い逃れできる証拠らしいものを わざと残しておいたんだよ。君もそう思わない。石山はみるみるその顔に苦痛の色を浮かべながら、それでもきっぱりと言った。なんと言っても僕の知らないことです。あの犯罪は。はっはっは石山くん。犯人はね。 男子台に登ってまでも僕ではありませんというものだよ。上等語なんだよ、犯人たちの。それにいまひとつ。では君はなぜあの一升瓶を土の上に置いたの一升瓶と石山はぼんやり顔を上げた。 ああ、酒の入った一升瓶君の足跡のすぐそばについていたよあれですか石山はやっと自分に帰って急に尿意を催して瓶を置いて放尿したのですええすぐ玄関そばにも川屋があるのにね と所長は小バカにしたような表情で言って肩をゆすぶった雨のあとではあの土からそれを証明する手もありゃしないのでね検事さん棚網警部何か聞くことはありませんか所長は自分の椅子に戻ると2人を振り返って聞いたいや今のところは別に。 だが田波君はと検事は警部の顔を見ていったええ一つと警部は石山に視線を戻しながら君はその目をいつ手術したのと意外なことを聞くええ終戦直前にやられ捕虜生捕虜生活中に入れてもらったのですなるほど なるほど向こうのものだねよくできている義眼とはちょっと気がつかないえっ義眼ですってとその時寺山所長がこう大声で言って飛び上がるように椅子から立ち上がったそしてしばらく考えていたが急に人々の顔をその蒸気した瞳で見回すと鋭く言った大村氏は このことを言って死んだんですよ。という意味は田波警部は言った。それは、東北地方では、今でも固めのことを、神田とか、神田とか言うのですよ。元知と言っているところもある。言語学上から言えば死語ですがね。 わずかにまだ残っているところがあるんです大村氏は北の方の出身ですね彼の死ぬ時言った神田は神田孝一の神田ではなく石山の神田だったのです第3章 2つ目の人形えなんだってと田波警部は受話器を耳に当てるなり叫んだ大村新た殺害事件は2人の容疑者を出したままそこで足踏みしてそれからの新しい発展はなくただわずかに新聞で関係者のことなどを書き立てているくらいになったある日警視庁の自分の部屋で 警部はこの電話を聞いたな何あの人形が盗まれたえ窓を破って咲くや。えよし誰かやるそう言って受話器を置くとそばの磯子刑事に言った聞いたろええあの唯一の犯人目撃者のマネキン人形が盗まれたんですってはッハッハッ 唯一の目撃者はよかった。君らしいね。なるほど。あそこにはたくさんの彫刻や作像があったが、瞳の入っているやつはアれキりだったからね。やつは見ていたろう。ところが、瞳の入っていた人間はまだいましたよ。おお。あったかなと警部は、ちょっとあのアトリエを頭の中で眺めまわしていたが。いない。 とハっ,った。ははは、ご記憶のいい課長ですがあれは目に入らなかったんですね課長の盲点ってやつですねあまり大きいので大きいのと警部はその大きな目をぐっと見開いて磯子警部をにらむように見つめたがやはりないと一言言ったははは、<laughs> 課長の負け あの壁にかかっていた大きな油絵。ベラスケスの模写の中の人物。なるほど、負けた。あの人たちも犯人を見ていたね。じゃあ今度の犯人、そいつはその人形の首だけを持っていったそうだ。そいつは、前の大村殺しと繋がりがあるかどうか。あります。どうして第一番に。 あの人形が目撃者少し文学的だ次に短冊の俳句と肌着に合った句よし最後に凶器のピストルにあった人形の指紋うん少し三大は的だが頭のいい話家ならば立派にオチをつけるだろうよしその人形の首の剣君が洗ってみるか こいいつは神田や石山のやがらじゃないよ。もっと迷役な頭脳を持ったやつだよ若い磯子刑事は椅子を取ったよくブラシのかかった仕立てのいい服美しい俳優のような顔柔らかい虚嘘誰も彼を田波警部の子飼いからの部下名捜査官の一人だとは気がつきはしないだろう捜査官の刑事臭いのは。 みそ臭いのよりいけないよこれが棚網警部の心情だっただから私服には資材を投じてもその身なりはきちんとさせていた念のために鑑識を連れていくかええそうですね磯子刑事はそう言って鑑識課に電話をかけ打ち合わせを済ますと帽子を取った目白の駅からバスで4分ほど 高台になっている一角に大村のアトリエがあった。磯子刑事たちの乗った古いダッチがその門前に着くと、もう所轄署の人々が集まっていた。いやあ来たね、ご苦労さん。アーミー警部はとその姿を見るなり寺山所長が声をかけた。全県大使です。よし、現場はここ そう言って芝生を横切って所長はアトリエの窓の前に磯子刑事を連れて行った5尺に4尺もある大きな窓のガラスが1枚半分以上も打ち破られて覗いてみると美しい衣装を着けた例のマネキン人形が首のないまま半ばそばの椅子にもたれかかっていたその着物の色彩が派手であるだけそれは不気味なものだった 手が2本空気をつかむように伸ばされ足が不規則に曲げられていたアトリエに入ってみると別に他をかき回した跡はなく靴のまま入ってその人形の首だけを持っていったものだ人形の喉の部分を覗いてみると首との継ぎ目は螺旋になっていて大きいねじめの部分がちょうど人間の食堂のように見えていた犯人は藤四郎ですね こんんななにガラスを破るなんて。と磯子刑事は所長の案内で一当たり見るとこう言っただろうと思うだがここの家を知っているやつだねちゃんと芝生の上だけを歩いて足跡を残していないではその窓の賀町に残っている指紋はどうしたものですそれなんだよ。 なんで一戦にもならないような人目につくあんなものだけを持っていったんだい。そして敷石と芝生をちゃんと渡ってきてさ。昨夜は月がなかったからね。その用心のいい泥棒がさ、なぜこんな指紋を残していったんだい。そのことでさっきから困っているんだよ。 指紋は人形の肌なんかに残っていないんですかないんだもう一度鑑識にやってもらうつもりではいるがねでは今度のこの首盗っ人と前の事件とはつながりがあるでしょうか僕はないという意見だ前の犯人は石山に決まっている もしあるとしても別な人間どもだろうと僕は思っている窓の指紋はさっき鑑識と司法省の両方に送ったその中から出ると早いんですがね前科のあるやつかどうですかじゃあ君の意見は前の大村先生のやつと連携のものという見込みです おお。と言って寺山所長は肩を外国流にすぼめると。それは田網課長の意見でもあるんだね。と聞いた。さあ課長はどうですか僕はそんな気がして。直感か。と所長は言ったが。さあ。 といった顔には軽蔑の色がかすかに浮かんでいたでは首だけをどうして盗んだのでしょうな色状況だよと所長はげんかに言ったなら体の方にこそと磯子刑事は言って自分でも赤くなり自分でも赤くなりながら薬と笑った何にもなかった そんな暇がなかったんだろう無傷だったよははは。<laughs> 所長はそう言ったから人形のスカートをつまみ上げたすんなりした両膝が現れちらと桃色のパンタロンがのぞいた幾多の無残な女の死体を見てきた刑事だったが人形であるだけ妙にエロチックでいろいろ生々しくうっすら冷たいものが後頭部を通っていくように思った 犯行は昨夜の11時から今朝の4時頃までの間だとの推定だ。多分一番電車を利用したものだろうが、ここの下を翔線も都電も通っている。少し歩くと西武線もあるし、足を伸ばせば武蔵野電鉄の駅もある。今それぞれ表してはいるが、 まず無駄だと思う。家の者は昨晩いなかったんですかいた。久子さんがね。だがこの通りがっちりした立て方だから、少しくらいの音では聞こえなかったろうし、犯人も商船や都電の響きを利口に利用したろうと思う。で、 今後の方針はどうなさいますまず今のところは聞き込み捜査より手がない指紋が出てくると別だがと所長は言ってつるりと顔をなでた少しばかり混脚している表情だじゃあ君の方はどうなんだいそうですね妹さんに聞いて この人形の着物でも洗ってみようかと思っています。どう、それは僕の方でやっているよ。ほとんど久子さんと同じ寸法で、目白の駅の前のリモージュという洋裁店で妹さんが作らしたものだよ。時々は兄貴、妹さんのものをひっぺがして着せるそうだ。あ、あ、 <laughs> それじゃあそれの方はダメですねであの俳句の書いた布はあれは妹さんも知らんそうだ運針から見て針を使ったことのないものおそらく大村さんが縫い付けたものだろうと見ているよこの人形ってのは一体 大村先生がただ道楽で作っただけなんですかいやモデル人形として最近デパートにやることになっていたんだそうだおおどこの店だったんですそれは言っていなかったそうだこの現場からこれだけの材料を得て磯子刑事は大村家を出た 駅の前のリモー毛ュ洋裁店に寄ったが別に何の得るところもなかった百貨店でも一回りするか白道電話で警視庁の田網警部にざっと報告を済ますと磯子刑事はこう考えながら新宿を振り出しにデパート回りを始めた新宿三越伊勢丹渋谷の東横上野の松坂屋浅草と まず船の外回りをして日本橋と歩いたがやはり何の得るところもなかったが銀座の三越支店に来て磯子刑事ははっと息の止まるほどの驚きにぶつかった表通りに面したショーウィンドーいっぱいに催し物の飾り付けがされその中にあの大村新のアトリエから紛失したマネキン人形が飾られていたそれが物も,もあろうに 防犯店の飾り物の一つだったから皮肉であるこのデパートで一月ばかり前から某新聞と警視庁の共同主催でこの展覧会は開かれていたその一つの窓を利用し探偵作家クラブの若い連中が「推理の窓」と名付けた飾り物をしているそれは絵と人形と品物とで犯罪の場面を作り各データを明らかにしてその中から犯人を探す 推理遊びの一種とも言えるものだった立っている人形の手に1本の担当が握られ1人の女が刺されて床に倒れている伝統は消され青い月光が美しくフランス窓から流れ込んでいる床には1本のパイプと1個のコンパクトが落ちているコップが3つテーブルの上に転がってその1つは割れている 3人の容疑者の肖像が壁に貼られ現場の説明がありそしてそれにはマヌカン人形殺人事件と題が付けられてあった磯子刑事は驚きの次に呆れてその人形の顔をじっと見ていたそれはあのアトリエの人形に似せて作ったものではなく紛失した首そのものに違いなかった 刑事は武者部類に似たものを感じて事務所に名刺を通じた40年配の主任という人が出てきて説明してくれたのを聞いて磯子刑事は失望した人形は半年も前に大村氏から賃貸狩りしたものであの首はそのまま一月も前からあの飾り窓の中にあり一度だって動かしたことはないというのであった 念のためにカーテンを下ろし主任と飾り窓に入って調べてみたが告げ替えられた痕跡はどこにもなかった三日後にこの飾り付けのデータが変わるのでその時一応の調べをさせていただくという約束をして磯子刑事は警視庁に帰った銀座の町々には色とりどりの明かりが入っていた警視庁の棚網捜査課長の部屋に入ってくると警部はあらかじめ 磯子刑事の中間報告があったので帰らずに待っていたいやご苦労さんちょうど茶が入っている磯子刑事の姿を見るなり課長は功労をねぎらって声をかけたありがとうございます磯子刑事は腰を下ろすとその玉露の入った茶碗を手に取った茶の好きな棚網警部は大きな仕事机のそばの電熱器の上に いいつも小さな鉄瓶をかけていた後ろの書類戸棚の中には正式な煎茶棚の一式も用意されてあって自分では花月湾流のつづらを得たと自慢しているがそれは少し怪しい「同じ人形を銀座で見つけたそうだね」と自分の茶をすすり終わると警部は聞いたええ初めは紛失した首かと思ってびっくりしたんですが。 半年も前からあのデパートで借りていたそうです借りてねどうしてまたあんなものぐらいデパートで買い取らなかったんだろう大村さんがどうしても手放してくれなかったと言っていました別に彼の作った人形ってないのかないやあるんだそうです3体くらいそれも使っていました見せてもらいましたがこの方は別に変わったところもない 普通どこにもあるマネキン人形でしたあの人形は半年も前からあるってじゃあどうしてあの大村殺しの記事が新聞に出た時同じ人形がここにもあるって知らせてくれなかったんだろうみんな新聞だって見たろうしマネキン人形殺人事件なんて書き立てた写真新聞さえあるのにええ僕もその点ちょっと尺に触って聞いてみたんですが 新聞の写真ではよく分からなかったし別にこの人形と関係があるものとその時は考えつかなかったとのことですがねまだどうも日本人には警察を敬遠しているところが十分ありますよ関わり合いになるのが嫌なのですねそんなことで新聞に出されたんじゃ第一番に店の名に関わってくるってのが本音でしょうそう言うと英国あたりはいいなあ 犯罪の捜査には市民全部が当たってくれる。当初はしてくれる、申し出てはくれる。日本のは我々を冷やかしからかおうってやつが多いんだから恐れいる。まあ少しその方から洗ってみるか。綺麗な人形捜査だ。ハンサムボーイの磯子君にはお人形遊びもいいかもしれないな。はははは。その時警部はそんな冗談を飛ばしていたが、 その言葉のほとんど終わらないうち一人の刑事が面白い聞き込みを拾ったと言って入ってきたあの推理の窓を受け持っている探偵作家クラブの一人で加山和夫って人ですがあの自分たちの作っている窓のことはさすがに気になって始終見ているのだそうですがこの間から妙な男がよく長いことあの窓の前に立っているというのです初めは探偵小説本で。 その推理をやっているのかと思って見ていたそうですあの窓は1週間目くらいに変わってその正解者には賞金が出ることになっていますそんな男の一人だろうと思っていたのですが別にそうでもないらしくただじっとその窓を見ているさすがに探偵小説家ですよやつはあの人形を見に来るんだという願をつけたというのです私も見ましたが 一見画家風の中年の男です磯子刑事と一人の私服がその男を尾行していた私服の報告を聞いて磯子刑事の出向いた時まだその男は百貨店の中をうろついていた黒っぽい形の崩れた背広にヨレヨレの名船作りのネクタイ帽子はなく手にこれは良質らしいアッシュのステッキを持っている もうう近くであろうか。竹の低い色の浅黒い重やつれの見える男であるやつ、麻薬患者だなと一見して磯子刑事は思った男はデパートを出てすき屋橋を渡りそのまま商船の有楽町駅に入った男は外回りの電車に乗った続いて磯子刑事も入る 電車は五反田駅で男を降ろしたぴったり男にくっついていた磯子刑事もドアの閉まり際にするりと出る男は池上さんの階段を上っていく首を垂れ前かがみになってよく見ると後頭部に小さな傷の跡がある男は雪ヶ谷駅で降りやっと明かりのともった町をとぼとぼ過ぎ畑を横切っていく 古くくすんだはいるががっしりしたアトリエ風の建物の中に消えた古い丸太造りの高いざくがあり男の後ろでガチャガチャと鎖付きの門の缶抜きを入れる音がしたどっかで鎖を鳴らして鋭い犬の吠える声がした1つ2つ小さな窓から黄色っぽい明かりの光が見えてきた 磯子刑事はライターの明かりを手で囲ってその表札を読んだ黒川正義黒っぽい板に消えかかった字が浮いていた別にあの事件につながりのある男とも今のところ思われないが磯子刑事は一応近くの交番や町内会や所轄署をあさってその男の素性を明らかにして警視庁に帰った。 一見老けて見えるが35歳の独身男ですやっぱり画家で定点にも23回入ったそうですフランスにも行ってきたらしいですこの頃は描いているのを見たことはないと言っています家族といっては家族ではないかもしれませんが大きなマスチフ種らしい犬が1匹生まれは台湾えな何だって台湾生まれだって 部下の磯子刑事の報告を聞くなり棚網警部はこう言って目を見張ったあるね何か台湾ってやつが大村石山黒川と3人とも台湾そして従軍1人は軍人1人は彫刻家そして1人は絵描きそいつの絵ってどんなモチーフか探してみて報告してくれないか次の日1日 磯子刑事は足を棒にして黒川雅義の古い友達や知人を訪ねて彼の性格や絵のことについて聞いて歩いた終戦後交通の不便だそして満足に自転車一つない警視庁の機構ではそれは容易ならない仕事だったそれでも彼はいくつか黒川についての拾い物をした昔の友人連中には彼の帰還していることが知られていなかった その一つに米国通帳にも区役所の届けにも一人住まいとなっているのに彼は時々妙な買い物をするということであった交番でも確かに独身には違いないがそういえば得体の知れない家だというのであるそりゃあ一体に絵描きなんかの生活というものは常人とはどっか違ってもいるし変質的な人間もまた多い。 近所で聞いてみても訪ねてくるものもなく大きな犬を1匹相手にして暮らしているとのことである配達区の郵便局に行って調べてみたが郵便もほとんど来ないとのことだった妙な買い物って。それらの報告を一とおりじっと聞いていた田波警部は磯子刑事の話の一段落つくのを待って聞いた女のものなんかです ひ <laughs> そりゃあ,あるだろうな。一人ものの男なら今時女友達の一人や二人いるさ道警部は子供投げに笑っておしろいやルージュくらい買ってやるよそんな話のないのは磯子君く,くらいのものだ <laughs> 磯子刑事はパッとその美しい顔をわからめ少しどもりながら言った。 そ、そんなんじゃないんです。肌着とか下着とか。そりゃあよほど中の進んだアミーなんだろう。と警部はまだ笑っている。だって変じゃありませんか彼の家には女っけ一つないんですよ。それにそんな買い物をするなんて。と磯子刑事は上司が冗談ごとに聞いているのをはがよく思いながら言った。はっはっは 君のような女の子に無経験な無粋な男にはそうした人情の機微は分からんのだよ帰ってお姉さんか妹さんにでも聞いてみるんだねだってそりゃやつの絵は主に女の人形を主題にしているものばかりですからそんな買い物も平気でするんでしょうがえな何だってそれを聞くと警部はびっくりして体を乗り出した 人形を描く絵描きだって君は今言ったねええええおいなぜ君はそれを早く言わなかったんだいだんだん言うつもりでしたそれなのにあなたは私の話を横道に引っ張っていくものですからこれがその彼の絵ですがねそう言って磯子刑事はポケットから色ずりの絵描きを出した 人形のある窓とあってフランス窓の前に人形の入ったケースが置かれその下の方に本やら外国新聞やらパイプやらコーヒーポットなどがチェッカーのテーブル掛けの上に置かれていた旧定点の入選作品であり吐伏中の作品であったうん<ー>と警部はそれをしばらく見ていたが「ねえ磯子君」 ここにもまた人形が出てきたよ。やつのアトリエにも人形のいくつかあるだろう。どうかして洗ってみたいものだね。君の言う彼の妙な買い物というのも分かったよ。その人形に着せる衣装なんだよ。だが。警部は立って窓の方に歩き出していたが、くるりと後ろを向いて聞いた。なんだい ですが、その買い物の中には、人形には用のない、生きた女の必要とするものまであるんです。おおどんだ警部の目はらんと光を発して、ひたと磯子刑事の目に据えていた。例えば、女の生理時に必要とするようなもの。うん。バンドのようなものです。うーん。 と警部はお牛のようにうなってどっかと自分の椅子に巨体を埋めて考え込んだじゃあやつの食べ物の量はしばらくして警部は聞いたほとんど配給だけです彼だけ外で食事をとるんじゃないそうでもなさそうなのですただ犬の分だけ多いというくらいですうん 尾行はつけているねええ島村と高橋亮君です洋品店の買い物の時なんかは交通から服部亮子君を頼んでやってもらってますが女の子の買い物のこともう少しお聞きになりますか服部君を呼びましょうかああそうだね磯子刑事が手を伸ばして本のスイッチを入れようとした時 向こうからポッと騒話の合図の赤い光がついた。ええ、いそです。課長にええ、いられます。どうぞ。課長ですね。と、向こうの声が覚醒器から流れてきた。ああ、たなあです。ケム、特別班ですがね。今朝、銀座の尾張町で交通事故がありましてね。 ええー、何ただ、三越五福店の飾り窓を破っただけなんですが、それが、例の防犯店の推理の窓なもんですから、ちょっとお知らせをしたまでです。いや、ありがとう。別に、怪我人は出なかった。人畜は被害はありません。長い竹を積んだトラックが、自転車をかわし損ねて、その竹の先でガラスを破ったのです。あちょっとお待ちください。 次の報告ですが。と言って、その声は何か、その声は何か、電装機の向こうでボソボソと話していたが。もしもし、課長ですね。今知らしてきたんですが、あの窓に入っていた人形が一つなくなったそうです。ええ。デパートの、エレベーターの中でです。4。 還元人間なんだってと銀座のデパートから模型人形が盗まれたと聞いた時田網警部はこう言って思わず椅子から立ち上がった「よし俺も行く」そう言って気の早い警部はもう帽子を脱いでいた。 警視庁から歩いてもそう大した距離でない一直線の三越百貨店である破られた飾り窓は外から木の戸がはめられていた百貨店の事務室に入るなり警部は言ったあの飾り窓の主任を呼んでくれませんかスピーカーで店内を探したが5分もすると美術家崩れらしい378の男がベレー帽を手にしながら入ってきた 美術主任の磯村です警視庁の田波です今朝飾り窓が破られたって大変でしたねそれに人形の首がなくなったそうで幾時頃でしたはあ昼近くでした竹を積んだトラックがちょっと歩道に乗り上げて窓を破ってしまったんですその窓の修繕できるまでと思って それにちょうど次の推理の窓の模様替えにもなっていたので、あの人型を7階の美術部に運ばせたのですが、7階に上げてみると首だけがなくなっていたのです。どんな風にして運搬したんです手も足も取れるようにはなっているんですが、あの時は首だけ、ええ、傷つけるといけないものですから、別にしてエレベーターで上げました。 店内専用のエレベータータです。運んだ人はそれなんですがと磯村はちょっと子供のように頭に手をやりながらこの通り防犯店の仕事でごった返しているものですからエレベーターに乗るとき私が持ちましょうとちょっと手を出した一人の男に何気なしに頼んだというのです それは店員だったんですかええ。私が運ばせたのは小谷という美術部の男なのですが、大きな人形を抱えていたし、首を持ってくれた男は小谷はよく見なかったというのです。エレベーターが来て、ちょうど昼食近くなので、早い人は食事に行く頃だったのでごった返していました。で、小谷が胴体を持ってくる。 次に男も入ったのだろうと登るリフトの中で見回したがいなかった。乗り遅れたなと思いながら7階の美術部に入り仕事に取り紛れ1時間ばかりしてから気がつき店内を探したんですがとうとう探し出せなかったのです。いや借り物ですし珍しいものなので弱っているのです。それにお騒がせ申しまして申し訳ありません。 俺だけでは苦笑するより他はなかった警部は小谷やその時一緒にエレベーターの前にいた人達たを探してもらったしかしその人は店員ではなかったらしいということはみんなの一致した意見でその服装のことなどを総合してみるとそれは飾り窓にへばりついていたあの黒川正義に違いなかったいやーありがとう。 お忙しいところをと警部はそう言って一同を返し磯村の案内で飾り窓の破れを見せてもらい問題の人形を見に7階に上った首のない人形は人形立ての上にぽつんと置かれ周囲に書きかけの看板やら背景やらポスターのようなものがいっぱいに物置きのように散らかっていた 薄い水色のジャケットに美しい胸の膨らみを見せてネズミ色にエビ茶と白の碁盤じまのスカート喉が切り口のように醜くのぞいているちょっとジャケットやスカートを取ってくれませんか警部はそう言って人形を裸にしてもらったすんなりと首のない柔軟な若い女の死体絹の肌着桃色のパンタロン デルタの盛り上がりさえあまりに生々しかった下着はここのものではないのですねと警部は上着を取られた人形を見ながらアトリエにやったのと同じだと口の中でつぶやいたええ大村先生の注意にも下着はそのままにしておくこととはありましたので。 この人形をあの推理の窓に出したのは探偵作家クラブの人たちの頼みでそれともあなたが勝手にええ私の自由でですこの通り各関節を自由に動かしてある時は死体にある時は犯人にいろいろなポーズができるものですからそれに作家たちはそのポーズがデータになるんだからといってなかなかうるさいのです なるほどねそう言って警部は清水の上から人形をさすっていたがこれも脱がしてみてくれませんかと言ったくるくると下から肌着を巻き上げられてそれは人形と思いながらも生めかしい風景だった人々は思わず固唾をのんだ大村新の異常な芸術的情熱が あまりにリアルに人々を悩まし続けるうんその肌着の下にはもう一枚薄い半袖のシャツを着込んでいたそれを手に取った時思わず警部はこう言ってそのシャツを連れの磯子刑事に渡したジャスミンの香りがかすかにした見るとちょうど首の当たる辺りに アトリエにあったものと同じ小さな布が縫い付けられてあって目を近づけてみると細字のやはり大村の字であの俳句目の涼し釜氷ご織に織し女かなとあって署名はなかったこれくらいにするか警部はそう言って美術部を出た ひとのない店員専用のリフトの中でふと警部が言った取ったやつは黒川とほぼ見当がついたねで、ね、その目的は何だと思うまずあの大村新た殺害事件と関係があるいやそれより黒川があの大村殺しの犯人だと思うそう。 私は大村氏の事件と今度のは別じゃないかという気がしてきたんですがどうして統計部は磯子刑事の顔を見ながらタバコケースを開きその1本を口にくわえたが禁煙の札をちらと見て口をしながらまたそれをケースに戻していったじゃあ前の首の犯人と今度の犯人とは統一人もしくは同じ団体のもの なるほど僕も同意見だしてその動機はあの首にありますおお<う>と警部はその磯子刑事の若い美しい横顔をうれしそうに見ながらどうした推理でまず変態性欲者をはじめ考えられましたが それには体をより必要とするのに、それが盗まれもせず何ともなっていない点です。で、私は首そのものに何か秘密があるんじゃないかと思っています。例えばあの首は誰かに似ている。うーん。昔の恋人、妻、それを大村が晒し物にしていたというような。 なるほどそれもあるかもしれないねじゃあ君は上知復讐と見るええちょうどその時エレベーターは降りきったので2人の会話はそこで切れた2人は裏口から出て裏通りを築地所の方に整理のできた焼け跡を歩いていったさっきの続きねと警部は うまそうにタバコの支援を吐きながら僕の意見はちょっと違うんだ殺害犯人も首の犯人も当人だと見ているんだほうどうしてですか磯子刑事は思わずちょっと立ち止まって聞いた彼ら二人の間に台湾という土地がある同じ芸術家という職業がある 人形というモチーフがある。これだけだって何かつながりがあろうじゃないか。それに、石山も台湾にいた。ただもう僕は黒川の証拠を挙げさえすればいいと思っている。あるいは君の言う通り、あの首に昔の人の面影があるのかもしれない。それに、あのいつも出てくる俳句だ。 だがあれには私は意味がないと思っていますヤシの木というのは大村氏の配合ですし大村とサインする代わりにあれを書いておいたにすぎないと思います古い時代の連中はよくそんなことを自分の仕事に残したものですよことに古世紀のヨーロッパではハッハッハッ古代美術史の講義かいいいよいいよ分かったよ と警部はその大きな手を振って笑ったさて交通に聞いてみるかあれがそうだろう見ると築地署の門前に竹をいっぱいに積んだトラックが後ろの木炭管から盛んに煙を吐きながら止まっていた署に入っていくと交通係の前にそのトラックの運転手がポツンと座ってたばこを吸っていた ああ、棚網警部殿ですね。そう言って交通の一人が立ってきた。この男ですが、検察庁の工事を請け負っている竹本組の者ですが、お調べになりますかああ、ご苦労様。と警部は帽子を取って。やあやあ。と近くの二三人立ち上がった警官に挨拶すると、 勧められた椅子に腰を下ろした警部の思っていたようにその運転手からは何の得るところもなかった黒川との関係は何もなかったしそれはほんの偶然の出来事にすぎなかった警部は少しうんざりしてショを出た偶然は時々とんでもないいたずらをするね犯人だって あの偶然がなければあの首は盗めなかったのだよ。盗んだために足が早くついたという結果にはなるがね。で、警部はどうします今後の方針。うーん。まず君に書く新聞を回ってほしいね。この事件の記事は一両日中書か,かんでくれと頼んでみてくれないか。承知しますかね、あの手合い。 はッはまあねだがもしダメなようだったらこう言ってくれあみが「じゃあようござんす」と特に力を入れて言ってくれたまえことに東京新報の乾くんには顔をよく見ながら言ってくれハッ <laughs> マジないですか聞きますか <laughs> この間 こう言ってハッハッハッ敵も去るものさ聞いてくれるよその代わり明日から追っかけられるよ昔みたいに記事の禁止ができないで困るね2二人はすき家橋のところまで来ていたおいや雨だねと警部は手をかざしながら言った ええ、そんなようですね磯子刑事も空を見上げるじゃあ僕は署によらずまっすぐに帰る君はまだ間があるからねあくまで依頼の手でやってくれたまえじゃあさようなら警部はちょっと帽子に手をやると磯子刑事と別れて商船に乗った新宿で京王電車に乗り換えた珍しく空いていた 雨足が速くなって窓に小さな雫の粒がいくつもつきやがて車の振動と雨粒自身の重みですっと線を引いて落ちて消えてゆく珍しく早く引けて乗る午後の電車に何か楽しく仕事の一切を忘れて子供のように無心にその雫の落ちるのを眺めていたうっすら窓から見える郊外の濡れた木々の緑は バンドルのきいたラプラードの絵のように美しかったしばらく無心にそれを見ていたがふと頭をめぐらして警部は思わずハッとした上着はシンクのジレスカートはネズミ地にエビ茶と白の五番ンジそれは若い女らしい人の後ろ姿であったおや あれははさっきのの人形のコスチュームではないかと警部はびっくりしたが若い女というものは自分のスタイルや顔の美臭にかかわりなしにショーウィンドウの衣装をつけたがるものであるただわけもなく流行を追えば自分もそのモデルのように美しくなるものだと現代の女たちは思っているらしいと考えて一人苦笑した。 がその女のこちらを向いたのを見て「おや!」と小さく口に出して言ったそれは化粧のせいばかりではなかったなんとそれはあの盗まれた首の人形そっくりではないかそれはあまりに酷似している決して偶然の一致ではありえないたまたまあの人形に似た女が あれそっくりの化粧をしあの人形そのままの衣装を着けたのとは違う似せたにしてはあまりにうり二つであるぞっと警部の背を冷たいものが流れた俺は白昼夢を見ているのではないか警部はそう思いながら辺りを見回した乗客はいよいよ少なくなってまばらなその人たちは それぞれのポーズで電車の同様に無心に揺られている話するものもない一瞬全ての物音さえ消えたような気がしたバカなと警部は自分の心に言って女を見た美しい女である性あるだけ人形よりは数倍丸い音がいい少し上向きの可愛い花 キレの長い夢長いまつげどこかエキゾチックなその顔銀のぶどうのバックルシトロンのストッキング警部はふと何かの古い映画のことを思い出していたそれから中央の古い物語を「だが俺は捜査官なんだよ」と彼は苦笑して自分に言ったほど それはあまりに紛失したあの2つの首に似ていたしかし何かあるなと感づいた時もう彼は無限の人ではなかったなるほどと彼はにやりと笑った見ると女から少し離れて黒川正義がふらふらと首を振りながら座席で居眠っているではないか ひざに丸いスイカのような包みを抱いている棚網警部は二人を見比べたしかし彼には彼ら二人が同伴でないことがその女の態度から察することができたいくら無関心を装うても彼の目を惑わすことはできない黒川は女のいるのは知らないのであろう偶然であろうかいや 女が黒川をつけているのであろうでは何のためにあの顔であの姿で黒川を追っているのであろう警部は女から目を離さなかったもちろん女は自分を見ているこの男をあの警視庁切っての鬼捜査官とは知る由もない女は黒川を見ている 警部の下車駅はもう過ぎた電車が小さな捜査駅に入ってポイントの上を渡ってグラグラと揺れた黒川は隣の女の人に大きく寄りかかってグイッと押し戻されはっと目を覚ましてキョロキョロと辺りを見たそして立っている女を見ると一瞬凶結したように体をこわばらせた顔からさっ と血の気が引いていてく。やがてふらふらと立ち上がると手を前に出して揺れている電車の中を泳ぎ出したがまたぎょっとしたように立ち止まってそれからドスンと元の座席に戻った目が飛び出すように見開いている速力を落として電車が駅に止まったエンジンドアがさっと開く 戸口に立っていた女はツバメのように身を翻して人の間をすり抜ける白い夏帽の下でカールした髪がふんわりと水物ように揺れた警部もはじかれたように立ったどちらを追うべきであろう何あの黒川の包みは気になるがやつのねぐらは分かっている警部はとっさに好決心すると 今閉まろうとしたドアをするりとくぐった見ると女は足早にもうずっと階段の下を降りていく警部は後を追った女は改札口を出た警部は生産所で10円紙幣を投げ出すと釣りも取らずに追った改札口を出て歩道に立ったが女の姿はない道は 駅の前にただ一本である。その道は両側に美しく緑の雫を垂らした並木の壁であるその中にネズミ色に濡れた一本の歩道がずっと向こうまで伸びている行く人々の中に今の女の姿はないさすがの棚網警部も狐につまわれたような気がしてポカンと立ち尽くした 駅の前には隠れるようなものもなかったし建物もない念のために駅に引き返して便所をのぞいてみたが姿もないチェ警部はいまいましそうにこう言って煙のように薄れた雨足の外をにらんでいたあんな女の子にまかれるなんておい頼み君もおいたねえ 警部はこう心の中で自重するとタバコのケースから一本出して火をつけた煙がやけに顔にまつわりつく彼は煙たそうに顔をしかめながら狭い長い階段をゆっくり登っていった <laughs> と田網警部は一日置いた月曜の朝 盗聴して自室の回転椅子にどっかと腰を下ろすなり大きく笑った「アッハッハッハッ何です課長愉快そうに」ともう何かの報告書に目を通していた磯子刑事が同じく笑いながら聞いた「ハッハッハッそれが愉快事でないのさまんまとねぇまかれたって話さほう誰が この俺がさ、ハハハそれも、二十三士の小娘に。へえ、どこでですかなに、電車の中で見つけて、駅の出口で。チャリンコでも追っかけたんですか渋谷あたりで。それがさ。と警部は、その大きな手でブるンと顔をなでながら、 ちょっと決まり悪そうに代々木の駅でさ降りた人間は34人だったところがその娘ってのが大変なやつ人間じゃないんだよと薬と笑いながら磯子刑事の顔をのぞく人間でないですって動物園のキツネか奥山のたぬきでも化けたんで。 ははは奥山たはまた、おつに古めかしいところを出したもんだが、そんなんじゃないんだ。人形だよ。え、人形ああ。あの、首のなくなった人形さ。その首のないまま電車に乗っていたんですかははは、<laughs> 課長、どうかしたんじゃないですか この頃少し気候が悪いですからね。前の日何か悪いものを食べられたとか、お稲荷さんの。<請>よぜよはっはっはお稲荷さんの鳥居会、バカにしていらなんぼなんでも首なしで歩けるもんじゃねえ。だって、落語に首提灯ってのがあります。この二人は、課長と部下という関係ではなく、 ただ2人だけの時はまるで友達のようである小さい時から棚網警部が見込んで捜査官にするため彼の手で中学大学と出しているいやあの銀座の三越で亡くなったままの衣装で俺の目の前に現れやがったじゃないか少し敵ながら憎いやねもちろんその舞台衣装は俺に見せるつもりじゃなかったんだがね はっとして見回すと黒川のやつがいたものさ娘、黒川を追っていたんだあの時のコスチュームでおおで黒川は気がつかなかったんですかうん俺もはじめはふとあまりの偶然さにびっくりしたもんだが黒川がいるので女は黒川を目標にしているなと思ったのさ だが女は黒川が目を覚ますとさっさと電車を降りてしまった今度は黒川が後を追ったんですね警部は稲というように首を振るとそれがさ女は見向きもせずにさっさと降りてしまったんだじゃあ何が目的だったんですその女ふんふんねえおい磯子君 と警部は立ってきて部下の肩をぐいと押して窓際の方へ連れ立っていくと緩やかな斜面に生えたお堀の草の緑に目をやりながら「こいつには恐ろしい作者がいるよ頭のいい演出家がいるよ黒川も神田も石山も殺された大村氏までがその舞台で踊らされているのさひょっとすると」 僕までがその同契約を買っているのかもしれないよ。えな何ですってくるりと向きを変えて上司とひたと顔を合わせその目の中をのぞき込みながら興奮して磯子刑事は叫んだ。ねえ磯子君これは単なる殺人恨み物取りの殺人じゃないよ。といいますと その後ろには恐ろしいやつがいるほうどんないや人間ではないかもしれないよ警部は暗いまなざしで外を見た下を軽くジープが流れていく日の光は美しい掘りの柳がかすかに動いている あおやとじっとそれを見ていた警部が叫んだ何ですああ、あのの。女だよ、人形のガラス窓の開いたところから首を出してみると下をその柳の下の歩道を緩やかに三宅坂の方に登っていく一人の女の姿が目に入ったああ あの衣装ですよというなり磯子刑事はもうドアを体ごと開いて廊下に飛び出していた長い廊下を走ってエレベーターのドアの前に立ったが証拠を示す針は今彼のいる4階を過ぎて上昇しつつあるちェ<っ>彼はくるりと向きを変えると階段を駆け下りた12度誰かにぶつかったような気がした 何か叫び声や自分を呼ぶ声を耳にしたがそんなものにかまっていられなかった本能に似た何かがそう彼をさせたというより解釈のつかないその時の彼の行動だった薄暗い建物から明るい外に出てちょっと彼はためらったが一気に庁舎に沿って三宅坂を登ったが女の姿はもう見えなかった 彼は堀端に立って警視庁の4階の窓を見上げた棚網課長のほかに一つ二つの顔が覗いていた警部は手を振って帰れ帰れをしていた玄関にかかると「なんだいなんだいそこさん」ともう早耳の新聞記者の連中が彼を取り巻いた「ええ。と言ったが 磯子刑事はそれだけしか言えず黙ってエレベーター室の方へ歩いて行ったダメだよ磯子君君の降りる前キャツは流しの車を捕まえてさっさと乗ってしまったよ僕の見ているのを誰かが追っかけるのを予算に入れての行動かもしれないよ今度はまさか偶然ではないだろう課長室に帰ってくると 警部はすぐ言った何だす犯人は後から追ってきた記者の一人が聞いた例の大村殺しさえ、犯人いや、人形さ人形うん人形と同じ顔で同じ衣装で歩き回っているやつがいるんだ 人間というよりまるで人形そのものさ。格好から顔から髪の毛まで。ああ。それじゃあ人形が還元したんでしょう。人間に。大村は人間をそのまま人形にしていたんだよ。やつは魔の芸術家だったよ。と。 一人がぽっつり言った第5章消えた影じゃあ君は黒川正義を星とにらむんだね菅生検事は組賃金を伸ばされた人のような顔をしてさっきから紙巻きの先をかんでいたええやつは。 大村新た殺害事件の関係者とまではまだ分かっていませんが少なくとも首の事件にはつながりがあるものと僕は見ているんですこれもあまりゆかいそうでない棚網警部はうっかりして皮肉屋の菅生検事にあげ足取られちゃうことだと用心しながら言った「見ている」ってまだ見ている程度なんだね「空来た」と警部は その皮肉を軽くかわしながらご存知の通りやりにくくなりましたよ確証がなければあなただって令状に署名してくれないでしょう昔のようにただ剣技だけでは引っ張れないですからね引っ張って痛めつけて吐かせるのは昔の連中はうまかった今はそれができない見込みだけでは 家宅捜査すらできないのですからね人権尊重さと椅子の背に両手を組んで頭に当てていた寺山所長が吐き出すように言ったそりゃ人権は大切だよだがこんなんじゃまるで犯人を保護しているみたいだよ頭のいい奴はさっさと証拠を隠滅するよまるで犯権尊重だ 部おもっともそう言って寺山所長はちらと菅桂検二の顔を盗み見したはははお二方はまるで僕が故意に令状を出さんようなことを言うね犯行を押しますよ理由があればね確証の一つも出してくれるとはは <laughs> 寺山君の迫った石山も、とうとう黒の材料は集まらず。それかといって、白の積極証拠も出ずさ。奥歯に物の挟まったままで交流期間は過ぎさ。ねえ、その後新しい発展はない警部は話題を転じて、こう寺山所長に聞いた。うん。人権尊重さ。 と所長は投げ出すように目をつむったままいったがふと体を起こしてああそうそうあ美さんに言うのを忘れていたがあの大村のアトリエの窓にあった指紋は神田のでも石山のでもなかったもちろん被害者のでもないまた人形かい と警部が笑いながら繁盛を入れた混ぜっ返しちゃいけないやねそれに警視庁のカードにも司法省にもなかったそんなことだろうと思っていたよと警部は言ううえー、どうしてとびっくりしたような顔で所長が聞いた あの犯人はね、そんなヘマをやる男じゃないよ。ピストルの指紋をあのわずかの時間で決して逃げている男だよ。じゃあ、どうなるんだいあのカマチの指紋。あれあれはね、犯人のトリックさ。どの犯人の首を取ったやつさ。 何のためのと、おって寺山所長が聞いたが、田波み警部は悲しそうに頭を振りながら。それが分かっていればね、僕も苦しまないよ。いや、分かりかけているんだがね、どうしてもある一つの点で答えが狂ってくるんだ。ある程度方程式はできているんだよ。どっかなんだ。 たった数字が一つと警部は考え込んだ青葉が一匹うるさく人々の周囲をくるくる回っているそれを目で追いながら菅生検事が言ったさっき田網くんの言った黒川の思想関係ねそれも一つ笑ってもらうんだねなんとか誘い出すさ。 それに人形の化けだって女話で聞くとちょっと怪人臭くもあるもちろん人形はあの通り日本人離れした顔に作ってあるんだからそのお化けってやつもそんなメイクアップはしたのだろうがだが僕はこれは変だと思っているんだがね田中くんが夢を見たんじゃないかと思ったねははは 本人を前に置いて言うのも変だが、名捜左官の君がさ、まんまと、しかも人通りのない郊外駅で巻かれるなんて。それに、なんでおっかない警視庁なんかの、しかも君の窓下を通るんだい。君は少し仕事で焦りすぎているんだよ。少し休暇を取ったら、この受験は寺山君と磯子君たちに任せておくさ。 えー、と警部は言ったきりまた目をつむって頭を椅子の背に持たせてしまったそこへ給仕が入ってきて食事の用意を知らせたので人々はどやどやと食堂に出ていった食後の雑談にしばらく時を過ごしていたが「失礼しようちょっと本庁に帰ってきます」と言って棚網警部は立った お,おもう帰る分野さんが2時に来るってことになっているよええ別に新しい発表ってありませんしねそれに戦いの中でも休養は必要ですよははは。ははは、木僕の言葉を入れて休養するかそれもいい帰って子供さん相手に1日2日海岸で砂遊びでもしてきたまえ ええ、そうしましょう寺山さん頼みますよ警部はそう言って帽子を取ると部下の磯子刑事を促して豊島署のくすんだそして空襲でゆがみギシギシする階段を降りていった本当ににお休みになるんですか明るい日差しに出ると磯子刑事が聞いたうん。 相撲さんの言うように頭がどうかしているらしい23日休むさ本当にせがれと一緒に稲毛の海岸にでも行ってくるさめったにない警部の弱気に磯子刑事はびっくりしてその顔を見つめながらあ本当なんですか本当さ少し仕事が嫌になったえっ しかしその警部の顔は笑っていただが23日は引っ込むよ2人は闇市場を抜けて駅に出た僕はすぐ帰る一切僕が病気だと言って取り継がないでくれ欠勤届は頼む明日の晩夕食に来たまえ。ウニのうまいやつが越前から来たよ 棚網警部は一人でこう早口に言うとその返事も待たずにちょうど入ってきた内回りの電車に乗ってしまった約束の通り磯子刑事が棚網警部を世田谷の奥の住まいに訪ねるとショートパンツ一つで庭に打ち水していた警部は四つ目がき腰に彼の姿を見るや否や明るい声をかけた「いやあハンサムボーイ来たね」 ご機嫌はどうだいははっ課長さんこそ。はははこのとおりの元気さ。天気もよし空気もよしそれに酒もよしさ。はははその酒を持参しました。おお、バカに気が利いているがそんなやつをお土産にできるほど政府は君に劇を払っていないよ。 これはいものですよそりゃ危険だ約得ってやつは気に食わないまさかそれができるようですとこんなおかっぴき影減はしていませんハハハそれで安心したとにかくそこでは話にもならん周りたまえ僕も今足を洗って上がるよ 磯子刑事が広い座敷で夕刊を広げて広い読みしていると警部が上がってきた食卓が出て酒が出た本当に課長を気を腐らしているのかと思っていました菅賢事から二度ほど電話がありましたああ僕の方にもあったよまだ留守だと言わせておいてある新聞が少しうるさくなりました 新聞も見ない。おお、またどうしてです。急用だからね。見ると事件が気にかかる。課長どこへ行ったって、分野さんたち騒いでいましたよ。ああ、僕のところにも来たよ。新報の乾くんなんかはさっきまでいた。あったんですかあわんさ、留守だもの。 よく見つかりませんでしたね。うん一本道で見通しだ僕のところに来たなと見当がつくとすぐ僕は土蔵に逃げ込むかさ様やせがれどもにもよく言いふくめてある奥さんはいいとしてよく坊ちゃんは口を割りませんねはッは俺のせがれだ訓練が行き届いている 中には贈賄するやつがあるよへえ100円くらいもするチョコレートなんか持ち込んで親父の所在を聞こうとする夜でも来ませんか今日は来ないだろう乾くんをうまくまいたから彼今頃みんなに俺のいないことを言ってくれてるだろうほうまたどうしてですか 家内に千葉県行きの切符を買いにやらしたし、釣り道具を意識、駅の一時預けに置き、それをお昼に受け取って、顔見知りの駅員に千葉に行ったと言わしてある。ただし、君の後をつけた奴がいれば別だがね。ははは、それですね。課長がいないのに私の後をつける奴がいないので変に思ったんですが、細工は課長のところですか。 ところで私にご用というのは？磯子刑事は磯子刑事は改まって聞いた。うん。磯子君、僕は大きなロスをしていたよ。昨日思い出して一人で笑ってしまったんだがね。そうさ、一年生だって気のつくことさ。警部はそう言って磯子刑事の顔を見ながら。 何だとそう。さあと磯子刑事は少し酔いが回ってポッと赤くなった美しい顔を上げていった指紋なんだよピストルにあった神田のいやじゃあ人形の何あの第一の首が盗まれたアトリエの窓にあった指紋さ あれは寺山さんの言っていられたように誰の指紋でもなかったはッは誰の指紋でもないって指紋は誰かのものに決まっているよ人間のそれがさどうして考えつかなかったんだい黒川正義のだとさおと 磯子刑事は思わず小さく叫んだなるほどそうでしただろう考えてみれば馬鹿らしい話さ黒川を首の犯人とにらんでいても引っ張れないのは確証がないからだろうだがあのカマチの指紋が黒川のと判明すれば文句はないじゃないかなるほどそうでした 今頃の子供はみんな探偵小説を読んでいるよそんな子供でもわかることを気がつかなかったなんて本当に僕の頭はどうかしているんだねだってそれは菅生健二殿だって寺山所長だって気がつかなかったんですようんだがあの人たちの追っているものは違っていたそれでなおあの二つの事件 殺しと忍び込みは別のものとなってきますね。だって殺しに指紋を残さない黒川がわざとみたいにあんなはっきりした指紋を残しておくわけはありませんからね。まあそんな解釈も起きてくるね。だが殺しとはつながりはあるよ。でただ道はあのカマチの指紋が 黒ののもとととどううして確認するかということさ。君、やってくれるね彼の家には入れないね。マスチフ種の大きな犬がいるそうだから。今どきそんな犬を飼うのがまず臭いさ。だから彼の買い物先なんかでうまく取るんだね。友達でもあればおとりをやるんだが。 やつ、用心しているらしいよ下手に感づかれちゃ証拠を隠滅されるからねええやってみますあさって中には検事から令状をもらえるようにしますようん23日まだ調子の方に行っていることにしておくからこうした約束のもとに磯子刑事は次の日から黒川を追ったが彼の指紋を取ることはできなかった やつ僕たちの捜査を感づいているのではないだろうかと磯子刑事が思ったほど彼は用心していた2日間月きっきりに見張りをさせ尾行させたが家にいる時でも手袋を脱がないというのだそのうち黒川を追っていた一人の私服警官が夜遅くやっと取りましたよやつの指紋を。 と言って警視庁に戻ってきたよかったありがとうすぐそれを鑑識に回してくれたまえそのために待機してもらっていた鑑識課に回して磯子刑事はその報告を待った本ーのブザンが鳴って向こうの声が言った磯子さん鑑識です指紋はやはり黒川のでしたよ 右の第2子、第3子でした。台紙はそっちへ持っていきますかいや、ありがとう。いいよ。明日いただきに行きます。ご苦労さんでした。そう言ってスイッチを切ると、磯子刑事は、さすがに連日の寝不足と疲れで、ぐったりと力抜けしたように、椅子の中に落ち込んだ。どんなに課長は喜ぶだろう。だが、 それはただ首盗難だけではないか大村殺しの方は今後どう発展していくのだろうだがこれで少しは糸口が見つかったことになる課長は待っているだろう彼はこう考えながら交換台を呼び棚網警部の電話番号を言ったよしありがとう明日会って詳細聞きますよ 苦労をかけたねおやすみ。グッ g ナイ b ーイ。こうした警部の機嫌のいい声を聞いて磯子刑事は全てが報われたような気がした彼は長椅子の上に横になり電灯を消すと雨がいとうを顔の半ばまで引き上げて安らかな眠りについた用心深い男でしたね。

廃棄物のことで近所の細君を使ったがダメ個別調査に制服警官をやって原石地や名前を自称させたのですがこれも失敗しました手袋をはめていたというのですはッはそりゃね変に読もうかもしれないが油絵描きの中には仕事中手袋をよくはめているやつがいるものだよでとてもダメなので 寝込みを襲いました。おおどんな。何、彼に電報を打ったんです。意味のない電報ですが、それをちょうど彼の寝込んだ時を見計らって配達してもらうように局に頼んだんです。まさか寝るにまで手袋をしている奴もいないでしょうからね。それがこう襲うしたわけです。今は電報にも受け取りを出しますからね。 署名でも結構ですと言って下にジンク板を置いて書かしたんです喜びましたよいやご苦労だったそう言って警部は2枚の指紋の拡大写真を手に取って眺めていたが菅生さん菅生さんに電話してくれるかええ磯子刑事は交換代用呼び出した検察庁 第二課ですね。菅生検事、おいでになります。警視庁第一課、田波です。警視庁第一課、田波です。出ました。そう言って磯子刑事は警部に受話器を渡した。おはようございます、田波です。あの、かまちの指紋がですね。おお、お忘れですか。は <laughs> は 大村新田事件ですよ。分野諸君のマネキン人形殺人事件と言っている。ええー、昨夜何か当たるようなものをお上がりなさったんじゃないですか気候が悪うござんすからね。それに、少しお仕事で何か焦っていらっしゃることでもあるんじゃないですか少しご急用なすったら。ははっ。 あの指紋は黒川正義のものでしたよ。交流状をお願いしますよ。はっはっはっははご休養のこと、ご休養のこと。お坊ちゃんでもお連れなすって、伊豆の方へお砂遊びにでもいらっしゃったら。町内いっぱいに響くような元気のいい大声で、こう自分勝手に言うと、向こうの言うことも聞かず、さっと電話を切って、 腕椅子にそっっくりって、警部はししした。たた。っっていましたよ。は <laughs> かかごばらくして鉱物の玉露を自分で入れるとそれを磯子刑事に勧めながら言った引っ張るのは夜がいいだろうはあ斎藤滝田の亮君を出しています 正午に報告をよこすことになっていますありがとうただね僕は家にいて心配していたのはこの事件に外国人が関係していないかということだったが今のところそれらしい匂いがせんので安心している出てくると厄介だからねへええ私もそれを心配していました まあ暴れることはないと思うが用意はしていくに越したことはないね各部に連絡が取られて人々は日暮れを待った警部は昼食をとるとドアの外に外出中の札をかけて長椅子の上に横になった見ると電話の受話器は外してあるしホーンのスイッチまで切ってある外は月がなく暗かった 一帯は先にに現場に行っていた。棚網警部と磯子刑事は商船有楽町駅から外回りに乗り込んだひどく混んでいた五反田で乗り換え池上線の雪ヶ谷のホームを出ようとした時磯子刑事の脇腹を警部が肘でついて目で合図したその視線をたどった磯子刑事は「お<っ>」と。 住んでのところで声を立てるところであった髪の型も変わりそして和服でいたがあの人形の女が駅の前の通りを歩いていくさらにその78軒後ろを確かにアトリエにいるとさっき報告のあった黒川が何かの包みを抱いて前かがみになって歩いていくではないか しかし黒川はまだ女に気がついていないらしい警部たちは目を離さず後を追った闇市の明るさから離れてやっと黒川は気がついた一瞬立ち止まって持っていた包みを寸でのところで落としそうになった女はなおも平然と歩いていく群青とカバ色と墨と銀色 それに細い金糸の入った縦縞の美しさ帯は古代ラサ模様フェルトの草履レースの網目の手袋が嫁めにも白かった黒川は足を速めたちらっと振り返った女は音もなく滑るようにこれも急ぐ少し間を置いて急ごさらに間を空けて警部国道を越して 黒川のトりエはソリンの中にポツンと一軒あった闇は濃く人々を包んでいく黒川の行く足音だけがする警部は追いついて磯子刑事と並んだかすかに黒川の姿がそれとわかるくらいである警部は絶えず四方に気を配っている黒川が行き過ぎた闇で 小さなライターの明かりが一瞬ついて消えたまた一つ張り込みの私服たちの合図である黒川の門前近く小さな街灯が一つあるその薄い明かりの中に黒川の姿が黒々と浮かんだが先に行った女の姿はどこに消えたのかその明かりの中には現れないあっと 心の中で叫んで二三歩前に出ようとした時だったその黒川の姿もふとかき消すように消えた白く塗った門はそこに見えているしかしその門を開けてはいない二人は急いで街灯の明かりを避けながら塀に近づいたそれは人の越せる高さではないどこかで犬が低くうなった 警部は帽子で囲いながらライターの火をつけた闇の中から「課長!」という低いバスの声がしたその声が合図のようにまた二つ三つの黒い影が集まってきたその時だった突然アトリエの中から大きな物音がして という男の悲鳴が聞こえてきた。た、た、た、助けて誰かとっさに一はしごを作っていた。磯子刑事が第一番に取り付き、警部がそれに続いた。黒川さん黒川さん庭を走りながら磯子刑事が叫んだ。しかし中からは何の物音もしなかった。 突然磯子刑事は何者かに足をすくわれて地べたにマリのように叩きつけられたなっちっ灰色の格子のような犬が声もなく次の警部に襲いかかった、うん、警部はとっさに身をかわしその頭部を狙って拳銃の引き金を引いた磯子君 ええ、何でもありません。縁側はないようです。ど、どうしましたと、警官が続いて走ってきた。破ろうと、警部が叫んだ。玄関の戸に手をかけていた警官は、鏡戸の厚いガラスを拳銃の上で叩き破った。 そこから手を入れて缶抜きを外すと明かりのない玄関に人々は踊り込んだ長い廊下の向こうにぽっつりと明かりが見える人々は拳銃をぎしてドアを開けるなり身を開いた目を射るような強い光の中にそれはなんとものすごい光景であったろう何千触光というのであろう 人々はとっさに映画の撮影セットを思い出した広いアトリエの中一方には豪華なアジア風のタペストリーがかけられ天井からは類王朝時代の釣り用刀式のシャンデリアが下がり右手に車のノカヤのかかった豪壮な寝台が置かれてある部屋の中央には舞台のような彫刻台その彫刻台の上に 黒川が一つの女の生首を抱いてまるで世紀を失った人間のように入ってきた人々をうつろな目で見つめているしかしその顔は青ざめ目は飛び出し唇をわなわなと震わして今までひどい恐怖にあっていたことをはっきりと物語っている黒川 と警部が声をかけて進みかけたがぎょっとして立ち止まった「おおさっきの女が右手に一本の担当をかざしてその背後に凍ったように立っているではないかだがそれはやはり生きた人間ではなかったのだ世にも精巧に作られた模型人形の一つであったのだ」 ああ、誰であろうこの悪魔の人形にこの衣装付けをしたものは黒川警部は黒川の手を取って引き起こした首が女の生首がゴロリと彼の膝から転がったああしかしそれもやはり生首ではない作られた首 衣装付けした人形と同じ首大村新太の作った悪魔の美女の人形の首だったのだこの首ですか？しばらくして自分に帰った黒川は麻薬患者らしいドロンと濁った目をあげると言った「<laughs> この人形の首」。 あのさっき歩いていた人形の瞳の首ですよ。な何あれも人形だってさっきお前の前を歩いていた。ええ、これなんです。黒川の指さしたところにその女がいる。 人形があまりにも瓜二つの第六章ピグマリオニストそれはおびただしい人形だった豪華なアトリエの空間をほとんど埋めて並べられ吊るされた人形の数々モデル人形 マネキン人形、生き人形、あるいは文楽の手遣い人形から、勇気やダークの操り、ギニョールのマリオネットの、さらに仏像からトーテムポール、さては、吉利島がいの無残人形まで、あらゆる種類の人形があるいは土製の木の、布の、紙の、石膏の、牢、石、泥、 ガラス製までまるで博物館の倉庫のように飾られ置かれ積まれてあった一つの棚には文楽人形の首だけが獄門首のように並べられまたガラス箱の中に老聖の首が生々しく血を含んで入れられてあったムッとする油絵の具とにかの匂いその中にかすかに女の肌から発するような なままかかさののののり。り <laughs> <laughs> はここでで。すすれああんえ、ま、だ他にもありますさ <laughs> それがあまりに明るい点灯の光の中だけに濃い人形の影が あちこちに闇のよどみを作っているだけにこの男の狂ったような笑い声が不気味に人々を寒々とさせたええそうですともご想像のとおりこれは大村のアトリエから盗んできたのですよえなぜってこいつが僕の昔の恋人なんですよ <laughs> 信じない信じてくれませんか警察官諸君青黒く目の縁にクマのできた顔色の悪い妙に落ち着きのないそれでいてふと真面目さに変る一瞬のあるちょうど狐の落ちた時のようなケロケロとした態度をする男ふん気の触れた真似か。 と、波警部は口紅に笑いを浮かべながら腕を組んだ聞いてくれますかえそれは私は盗みをしましたよへっへっへっ品の盗みに恋のふみ、じゃない恋の盗みでええ留置場結構です行きますって ああ、聞くよ。と、警部は頷いた。僕の、これが恋人だと言いましたね。ええ、そうですとも。古くからのです。私が、フランスから、香港、上海、台北へと追いかけてきたんですがね。逃げられてしまったんです。ええ。 私のところからいなくなったんですよ。殺されたんです。え誰にってへっへっへっ大村のやつにですよ。男はそう言って、ずるそうに人々の顔を見回し、そしてまた力を入れながら言った。大村新たのやっこさんです。やつが。 この人形を作るため、その女、その人は木内瞳って女ですがね、その女を生き人形にしてしまったんですよ。生き人形あなたも亀八なんかの作ったもので見ていますね。人間そっくりの人形ってことですよ。それを大村新がやったんです。 どんな方法かってほら、いつか北海道の谷口なんとかいう彫刻家がやったというあの手ですよ。大村は魂のある女の肉体をそのまま石膏で固めて女型を作り、そしてそれをあのマネキン人形に作ったんですよ。ねえ、ごらんなさい。どっか からどこまで人間と寸分違ってはいないんですからやつは本当は科学畑の家に生まれ学校も科学の方でそして中途から美校に入って人形屋になったんですキャツは科学屋ですからねようござんすかこれが大切なところなんですよ その科学屋ってところがところで奴はあのひとみさんを何かの方法科学的な方法で凍らしてしまったんですよ腐敗を防ぐために医者が死体の動脈に注射するって話がありますねそんなことをやって奴はあの人を凍らしてそして ずうずうしくマネキン人形だなんて言って百貨店に貸していたんです。同じ形のものを三つ作りましたがね。一つはその本当の瞳で、あと二つはその女形から作ったやつなんです。彼はまともな人間ではありませんよ。<laughs> やつは誰も知らんと思っていたらしいが僕だけはちゃんと知っているんです <laughs> 何しろ命を懸けた恋人なんですからね忘れようったって忘れるもんじゃありませんやねえそうでしょう警官諸君黒川はそう言って膝の上や辺りや さては自分の洋服のポケットを震える手で探し回っていたが求めるものはなかったと見えて「まあいいや」と小さくつぶやくとまた饒舌を続けた「上海から命がけで戻って台湾でやっと瞳の噂を聞いた時もうおやつは瞳を人形に作り変えてバラバラにして東京に持ち込んだんです」 ええ、飛行機ですよ。もちろん軍部のでさ。その頃はもう民間機なんて一台だってあるもんですか。口のうまいやつのことです。なんだかんだ言ってその人形を運ばせたんですから大したものです。その大村が自殺してしまって。えなんですって はじしたんんゃないんですってえー、自殺じゃないんですかいやいや自殺ですよ自分の犯した罪が恐ろしかったんですよえー、もちろんですともそれをちゃんと知っているのは僕だけですからねその人見殺しの発覚することを恐れてやつは死んだんですよ ええ、そうですともでなければ瞳の霊に殺されたんですよアトリエで死んでいたってそこは箱みたいな部屋であったのは瞳人,人形だけ瞳だって残念だったに違いないからね生きたまま凍らせられて人形にされたなんてそして裸にされ 知らない男にいじりまわされて。ええ、そりゃあ瞳は美しい体の女でしたよ。こう、ちぶさなんか。へっへっへ。ああ、それからどうしたかって横道にそらちゃいけないって。ええ、瞳の体の美しさなんだもの。へっへっへ。ああ。 これはまたの機会に譲るとして。えええ。そしてあの大村が死んで、あのアトリエの写真が新聞に出たんで、僕はこの瞳人,人形がまだ奴の手元に一体あることを知ったんです。三体のうち一体は本物の人間だと言いましたね。奥くからにゃ、 本物をアトリエに置くのが人情でさだからしばらくたって私が失敬してきたんですええまるごとですとも大村が生きていればもちろん掛け合ってもらってきますよもともと僕の女なんですからね今君はまるごと人形を取ったと言ったね と、警部が口を入れたがをれだが胴体はちゃんと残っているよ <laughs> そこが僕の策のあるところですよ全部取ってきたんじゃ問題がややっこしくなりますし早く足がつきますわねだからこっから胴体だけを持っていって向こうのを丸ごといただいてきたってわけなんで。 じゃあその前の一体はと警部は聞いた。ははっ。日本へ来て途中で行方が知れなくなったやつですよ。陸軍省の倉庫に眠っていたんですよ。その胴体とすり替えたんです。<laughs> じゃあ首だってすげ替えてくりゃ一層わからなかったろうに。と警部はふと笑いながら言った。 首なるほど。と、黒川はちょっと考えていたが。できればね、僕もそうしたかったんですが、第一番に、首だけ、どこかで、三体のうち、本物とすげかえられてしまったんですよ。あのアトリエにあった胴体は瞳だが、首は、 三つのうちどれが本物だかわからないのですよ。どうなんてものはどれだってくっつけますわね。ほらね、あのとおり。と彼は四方の人形を指さしながら。人形の首ばかり多いでしょう。文楽人形だって人形たいうより頭で通っていますし。古来生きた人間様の社会でも。 かわいいのは首だけで。へっへっへ。体なんてのは二の次で、体がきれいだから嫁にもらったなんてのは、古代のヴィーナスだけで、風呂敷かぶせてってのは、俗用があるくらい。へっへっへ。サロメだって、欲しいと言ったのは首だけでさ。野蛮人は今でも首狩りってやつをやりますし。 日本だってそれがありがたく残っていて戦争になるってえと首を切っては大将の下山に入れたもんですよ義経の首は塩漬けになるし寺小屋だって陣屋だって寿司屋だって黙っていればこの男の首論はどこまで続いていくかも知らなかったハッハハハ首論はいいよ その,て女のことっ人間人形のさ。ととうとう根気のいいことでは人後に落ちない警部だったがこう笑いながら遮ったああそうですか黒川はきょとんと面白い遊びを不意に中止させられた子供のように困惑した表情で警部の顔を見ていたがああそうでしたね。 と静かに言って瞳の体が美しいといったことでしたねええ日本人には珍しい体の持ち主でしたというのは理由があるのです瞳は日本人だと言ってはいたが実は国際地でパリの僕たちの研究所に来ていたモデル女だったのです 二三度は藤田嗣治なんかも書いたことがありますよ。日本人とフランス人の国際字なんです。父がフランス人で南フランスの人ってのが僕の聞いた噂です。大村がそいつを人形にしてしまったんです。本物を置くなら自分のところにと思ったのがまんまと失敗でした。 あれこそ真の瞳だと思ったところがそれはやはり模造品であったんですその時の僕の落胆さは自分ながら見る目も気の毒でしたよ僕は泣きました正義よ泣くんじゃねえきっと瞳人形はどっかにあるに違いないんだから僕はこう自分に言っては慰めたものです 僕は、あれほど冒険をして盗んだ首が偽物だったとわがったとき、ぞっとしましたよ。だって、大村が死んだって新聞に出たときですからね。うっかりしていると、その大村殺しだなんて僕に嫌疑がかからんものでもありませんからね。いや、僕は、奴の自殺ってことは信じていますがね。世間様はそう見てくれない。 それに、へへへ。ひょっとすると、黒川のやつが大村をやったんじゃないか、と。ははははずぼ図星でしょう。ところが、今度こそ本物ってやつを僕は見つけたんです。あの、 銀座の三越の飾り窓の中にです。推理の窓とかいう探偵小説家たちの作った推理の窓とはよく言ったもので、その推理で僕は大村のやつがなぜこれを百貨店に出したかってことが分かったんです。奴はこれで僕を釣ろうとしたんですよ。 あの首が本物だったんです。で僕は首だけを狙ったのですよ。へっへっへどうはちゃんと前から頂い,いていますさ。やつは自分の恐ろしい殺人の証拠を隠滅するために人形にし同じものを2つも3つも作ったんです。 瞳の体をそのまま人形にする方法は古いエジプトのカーミラデスの書いた本に残っていますよ。エジプトでは古くはこの方法で生きた血色のままミイラに作ったんですがそれでは神に対して冒涜だというので今残っている人間の乾物のミイラに作ったんです。 ミイラというのは元来モー・ミーアといって生身の死体っていう意味だったんです。神だけは死んでも。いや、彼らは神は死んだのではなく魂だけが天界に用達に行ったルース。それが死体だと考えたのです。だから神の死体は 決して焼かれもしなければ腐りもしないと信じていたのです。はははそれがあの残っている石像たちなのです。その生身のミイラ術で、大村はその薬のことを知っていたんですね。それに自分の科学的知識を加えて、 あの素晴らしい芸術の発明をやってのけたのです。自分の女を取られた恨みを鬼のような嫉妬で楽しみながら瞳を凍らし、僕と瞳に復讐したんです。<laughs> そして彼はこれを東京に持ち込み、 まさか僕が東京に来れるとは思わず台湾生まれの僕ですからね終戦で尚のことこっちには渡って来れないと彼は僕のことを鷹をくくっていたのですよハハハハそれが僕の失言でやつゾッとしたもんです僕はしばらくこのアトリエには入らず あっちこっちの引き上げ寮を渡り歩いていましたその釣り出しにこの人間人形を使ったんですが僕が釣られる前にやつの方が参ったってわけでさ <laughs> 黒川の顔にはポッと赤みがさしてきた目が異様に輝いて熱を帯びてきた 手は時々何かを探すようにポケットや体の周囲を探っている麻薬を探しているんだなと警部は考えた今度こそは本当の瞳を探し当てたんです薬を探す手がブルブルと何かの虫のように人形の首から離れて彫刻台を張っていく 目は警官たちから離さないそれは麻薬患者特有のそのために薬の取り上げられることを恐れる共通の動作なのである <laughs> これがその本物の首なんです今ちょっと皆さんのいらっしゃる前に取り替えたんですこうしてじっと抱きしめていると曖昧さえ感じるんです っっと黒川は薬を探す手を膝の首に戻して撫でさすった <laughs> 僕は喜んだんですどうしてあの三越から盗めたかってんですかもうあなたたちには立派にご調査済みでしょうが <laughs> 世の中ってものは 大きな運命さえも偶然ってものに左右されることがあるんですねあれもあのトラックがスリップして窓ガラスを破ったっていう偶然がなければあれほど手際よくできはしなかったんですよ偶然ってやつに幸あれです僕はあの窓で瞳を見た時どんなに心を躍らせたか それはご想像に任せるとして毎日毎日僕はあの推理の窓に立ってどうしてあれを盗み出すかに苦心したものですあなたたちがどうして犯罪をめっけるかに不信するように犯罪者もまたどうして発見されることなしに犯罪ができるかに苦心するもんですよ <laughs> いつもは模様替えをあの中でするんですが、破れたガラスの入れ替えがあるので、人形は7階の美術室に持ってやがった。思うつぼですよ。僕はそれを風呂敷に包んでさっさと帰りました。この首だけでは、夜店のスイカを買ってきたくらいにしか見えない。それからです。 僕の妙な買い物が始まったのは、あなたでしたね。僕の買い物に二三度つけていらっしゃったのは。そう言って黒川は磯子刑事を指さした。僕は人形に着物を買ったり、肌着、バンドのようなものまで買ってやりますよ。人形になったって、瞳は人間だったんですからね。 そして瞳はおしゃれの好きな女でしたからねところがですこんなことは本当にありますかこの人形が時々口を聞き出すようになったんです黒川はそう言って肩をすぼめ狐のように口をとがらし半ば恐怖の混じった表情で人々を見回し念を押した。 信じませんか信ずるよと警部はぽっつり言った信じてくれると黒川はその警部の言葉を心の中でじっくり味わっているようにゆっくりこう言うといやありがとう人形が口を聞いたって言っても 僕は頭がおかしくなったんじゃないんですよ。はじめは誰だってそんなことを信じやしません。ゴムでできた人形が物を言うなんて。いや、こいつはゴムばかりでできてるんじゃないんですがね。なんでも大村のやつ。軍の食卓でいるうち研究した軽い合金と樹脂に何か加工したやつとゴムです。それが物を言ったんですから。 僕はその時は幻聴だと思い俺は人形を愛しすぎて神経衰弱になったんだと思いましたよいや人形の呪いかなとぞっとしたものですところがものを言うくらいならまだいいんですがこの瞳が僕の留守には 外を歩き回っているんです雨の降る日でしたよ瞳の帽子を買いに出て僕は人形の電車に乗っているのを見てしまったんです京王電車の中でしたその時僕はちょっと居眠りしていたのでまだ夢を見ているのかと思ったほどなんです それが、あのショーウィンドウの衣装と同じ衣装で。ええ。僕もあれがよく瞳に似合うもんですから、あれと同じものをアトリエの瞳にも着せていたんです。それが、僕の目の前に動いて、電車の中にいたんですから。その驚きってものは、それこそ気が変にならなかったことが幸いなくらいでした。 その人形は、代々木の駅で降りてしまいました。いえ、他人の皿らなんかじゃありませんよ。命までかけた恋人なんです。鏡の中の自分の顔を忘れたって、金輪際忘れることじゃありません。僕は急いで帰ってきました。が、人形はちゃんと僕より先に帰っています。 何の変わったところもありませんひとみちゃんさっき京王線で見たの君だろうって僕は人形のほっぺたをつついてやったものですねえ人形に帰ったならこのアトリエで人間になってくれよと僕は言ったものですいやそれが今度は 本当に僕のアトリエの中で人間に帰ったのです。ある日、どんよりと曇った日だったが、停電して明かりはつきません。この通りアトリエは北向きで、そうでなくとも暗いのです。僕が帰ってくると、こいつがちゃんと僕の寝台に寝転がっているじゃありませんか。そして、 おかえりなさい。何そんなアホみたいな顔をして見ていらっしゃるの。おほう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 と笑っているのです。ああ、本当にそのときほど僕は自分の神経を疑ったことはありません。僕の気のついたとき、電灯はこうこうとついていて。 僕だけ一人この寝台の前にポカンと立っていました。僕は鏡に映った自分の姿を見てぎょっとしました。目は病人のようにくぼみ、顔は真っ青になって、額、から、そして背中まで、冷たい汗でいっぱいでした。それから、 この人形と人間の区別が時々なくなったのです。あなたたちは僕をすんでいますね。バカにしていますね。変人の寝言だと。だが、時和の強人形って所作を知っていますね。昔から名人上手の作ったものには魂が入っているんです。 人形が夜中に人間になって恋したって話、日本には人形の怪しい話はいくつも残っていますね。ええ、昔話やないんです。最近の話ですが、佐渡の相川で僕はその人形を見ていますよ。フランケンシュタインや化石人間って昔の映画をご覧にならない。 ああ知らないってんですか。なんとかカーロフというすごい俳優のあの有名な活動を。じゃあ巨人ゴーレムってのはそれも。はははは警察なんてものは時代遅れなんですね。いや僕だって初めは自分の目で見耳で聞いていながら信じなかったんですから。 人形窃盗犯人の僕のおしゃべりなんか信じてはくれないでしょうね。しかし、あなたはどうです署長さん。そう言って黒川は棚網警部の顔を仰いだ。ああ、署長さんでない課長さんだって。なるほど。今の署長なんかにはあんたほど分かった奴はいませんな。 その瞳が、さっき僕が電車を降りて家の方に歩いてくると、僕の前を歩いているではありませんか。同じ模様の着物で、僕は今日こそ人間である瞳を捕らえてやろうと躍起となったのです。急いでアトリエに入ってスイッチを入れた途端、僕は刺されたんです。 女に、いや、人形に。確かに女は入ってきたんですが、電灯をつけてみると、やはりそれは人形だったんです。これが、その傷です。黒川はそう言ってシャツを脱いだ。肩から背にかけて浅い傷が一本走って、 血が少し流れていた。ねえ、所長さん。ああ、警部さんでしたね。一体、こんなことが本当にあることなんですか。人形が人間になるなんて。棚網警部は悲しそうに頭を振った。そして目で合図した。一人の私服が黒川の手から首を取り上げて、 腕を取って立たした。し手錠をはめないんですか手錠を首泥棒の僕にいや大丈夫ですよ自殺も逃亡も君はしないだろうからね黒川君面白かったですよ君の人形話あなたはあれを信じないんですか いや死んずるよ僕も電車の中で一度とそれから今この家の前で見たんだからねと警部は言ってドアの外に彼を押し出しただがあの女はどこへ行ったのあの塔猛なマスチフ種の犬がいるこの家の中で彼女の肌のものまで買っていたという 警部はひょっとするとあの女もこのアトリエの中に住んでいたのではないかとくまなく捜索したしかし女のいや黒川以外の人間の住んでいた形跡はなかった警部は半ば気が触れた風を装ってしゃべっていた黒川の言葉を反すし吟味してみた彼は何かためにすることがあってあんなことを長々としゃべったのだ が、しかしその中には本当のこと知らず知らずに真実を喋ってはいはしなかったがとっさにあれだけのことを創作したとは天才であるだがそこには真実がある多く喋れば喋るほどどこかにボロが出てくるものである女の出現を人形の還元だと信じさせようとしているところに かのトリックがありはしないか確かに自分もあの女は二度見ている確かに女はいる何のために女が出てきたのであろう黒川の共犯であろうかそれには女の住んでいた痕跡すらないのはどうしたことだ人形の銅は一体しかここにはないが 首は三つある。黒川のあの首論にはある程度の趣向はしうるもののあの首論こそ3つある首の不自然さをカムフラージュするための彼の鬼弁ではなかったろうかそうすると黒川というやつは恐ろしい勘知に長けたやつではなかろうか警部ははじめ彼を単なるピグマリオニストと見ていたのだ。 彼が昔の恋人の首欲しさに盗みをし夜な夜なこの強烈な発酵の中で関節の柔軟で自由になる死体のように冷たい人形を擁してそれにさまざまな死体をさせ怪しいみだらな遊戯にふけっていたのだと想像していたいやしかしそれも違っていたうーん彼は死体隠虐者ではなかったのだ。 警部は口に出して言った。生きた人形には感じない性欲を死体にのみ感じるという異常性欲者が外国に多くあると聞くフランスにはそのための人形さえ発売されていると聞いた犯罪には女を探せということがあると警部がつぶやいた時外を捜査していた磯子刑事が入ってきた何かあった とすぐ警部が聞いた何にも女のらしい草履と靴の足跡が2つ3つ柔らかい土にあったきりですマークして保存させておきました明日鑑識に型を取らせますじゃあ出入り口は今のところ玄関だけです裏口には鍵と缶抜きがかかってさびついたままですうーん とうなって警部は目をつむったがやがてその大きな目をいっぱいに開くとじゃあ引き上げるか23人は残しておいてね指紋のこともあるから現場はこのままにしておいてと言って立ち上がったアトリエの外に出て至福の照らす懐中電灯の光で警部は庭を見て歩いた 赤土の混じった土の上にさっき入ってきた自分たちの足跡が見られその上に犬が獅子を硬直させて死んでいた門から出て暗い道を歩きながら警部は言った磯賀君あの門前でふと黒川が消えたねそして女も黒川はいいとして女は 足跡だけを残して、どうして消えたんだい。あの犬がいたのに。第七章ベラスケスの絵マネキン人形の首の窃盗犯人として黒川を後院したものの、新聞で、 いわゆるマネキン人形殺人事件と懸念されている大村新た殺害事件は依然として謎のままだった黒川のアトリエを探したがそこからは大村事件の鍵となる何物をも発見することはできなかったやはり殺しとと窃盗とは別々じゃなかかったんですか今日も数日黒川のアトリエを捜索して警視庁に帰った磯子刑事は 珍しく鎮痛な面持ちで秘蔵のパイプの火皿を温め通している棚網警部に行ったああいかにも物縫い調子である見ると大きなテーブルの上には子どもの落書きのような人形やら人やら台やら担当やらが大きなフールスカップにいっぱい書かれ数字や小さな書き込みが一面にされていたアトリエの見取り図である 磯子君もう一度大村氏のアトリエから出直す必要があるよ部下がその見取り図に好奇の目を向けているのを見て警部はポツリと言ったほう若い刑事は課長の意を組みかねてこう返事をするより仕方なかった種はあの女さあの首ねあれは黒川より ああの女にあるんじゃなかろうか。ろう黒川と大村をつなぐ者は首と同時にあの女だよ黒川の説明によると女はモデル女で彼らと前後してフランスから台湾までやってきたというええだが何のために女が黒川の前に現れるんですそれなんだよ僕の知りたいのは。 そう言って警部はじっとテーブルに目を落としたああそれで思い出しました張り込んでいる猪本くんの報告だったんですがこれは報告書にして今朝お回ししたとは言っていましたが昨日夜遅くなったからあの黒川のアトリエに誰か入ったらしいというのですすぐ気がついて追ったんだそうですがよほどあの付近の地理に詳しいと見えて見失ったというんですが報告は 見た。何も紛失物はなかったそうです。誰だと思うさあ。あの女だよ。何の用でさあ、何か欲しいものがあるんじゃないかな。見張りは厳重にやってくれ。それから当分は、黒川の行員は分野諸君には知らせないように。 どうしてですかと磯子刑事が聞き返した時電話のベルが鳴ったので彼はすぐそれに手を伸ばした「課長お電話です」ああと言って警部はそれを手に取ったが二子と三子と聞いているうちみるみるその表情は変わってきたうん何一人は逃げた一人だけ よし、家宅侵入で引っ張ってくれ。なるべく他に分からんようにやってくれ。ありがとう。とわ脇を置き、磯子刑事に言った。はあは空き巣だと言っているがね。黒川のアトリエに潜り込んだやつがいるんだ。引っ張って少し剥がしてみるさ。何か新しいことが聞けるかもしれないよ。一時間もすると、 その男がついたと刑事部屋から知らせてきた斎藤君の調べ室にでも入れておいてくれたまえと警部はホーンのスイッチを切ると自分から立って煎茶の道具を出した一杯行かないかいただきましょうそう言って磯子刑事は茶わんを手に取った和んだやわらかい茶の香りがしばらく2人の間を流れた 当たってみるか。ゆっくり一晩置きするとこう言って警部は立った斎藤警部補の調べ室は北向きの隅にあった曇天の日は日中でも伝統のいるほどの暗さである2人が入っていくと痩せた斎藤警部補は一人の男を前にして座っていた男は267の労働者風ではあったが 顔色の青い華奢な体つきの男である警部補はちらっと入ってきた警部たちを見たがすぐまた男の顔に視線を戻したよほど前からこの無言の行を2人の間に続けているらしかった聴取書係の巡査も所在なさそうにタバコの煙を上げながらぼんやり遠くを行く飛行機の影を追っている棚網警部は長い子に腰を下ろすと 目を細めてじっと男の姿を見つめた斎藤警部補は書きかけの聴取書を巡査の前から取って無言のまま警部に渡したそれにはほとんど何も書かれていなかった「現住所なし」「氏名猪狩恭一」「年齢26歳」「職業なし」「学歴小卒」「前科」「 なし、そして全住所原石は空欄になっていた警部は見終えて黙って警部補に戻した君、思いい出さないかね。斎藤警部補はその聴取書を手でくるくると筒のように丸めまた広げながら聞いた「ええ」と男はそう言って首を上げて警部補を見た。 おかしいね自分の生まれたところがわからんなんて。一緒に行った男ね。共犯だね。どこに住んでいるさっきも言いました通り、上野の地下道で一緒になったのです。いつ昨日でした。名前は知らんのです。 あの家は黒川という絵描きの家だと知って入ったんだね。い,いえ、知りません。あの辺りには行ったこともありません。そして家には入りません。兵を越しただけです。目的は何か、金目のものを取ろうと思ったんです。どちらからあの家に入ると相談かけた僕からです。 いつ昨日ですどこで上野ですああと警部補は言ってニヤリと笑った一度もあの付近に行ったことのない君が黒川の家に入ろうと相談持ちかけたてな少しおかしいね上野からあそこまでには 入れそうな家は何千軒もあるよ猪狩と名乗る男はハッとしたようにちょっと顔にロウバイの影を走らせたがその顔を一層青くすると黙ってしまったそれからというものは警部補がいくら聞いても返事しなかった警視庁でも斎藤心三警部補の尋問は有名であった 新憲法になって昔の通りに痛めつけることはできないし交流期間も決められているので長引かせることもできない尋問技術は一層面倒になってきているその中で斎藤警部補の尋問にかかっては口を割らないものはないと言われている彼は長年棚網警部の下にいて人情家であったことに千年霊置きでその愛子を失ったからというものは 青少年に対する尋問では彼の右に出るものはないとされていたその警部補が寂しそうに頭を振って棚網警部を見たご苦労さ警部は自ら尋問することなしに誰にともなくそう言って警部補の調べ室を出た4階の自室に戻ってくると棚網警部は言った磯賀君 君の心配していた困ったことができたよ。何ですかさっき、イガリって男を見たね。あいつは一筋縄ではいかないやつだよ。まず彼は労働者ではないよ。おぉ、どうしてですか手が労働者の手ではない。それに耳を見たね。綺麗だよ。インテリだろうね。 だが、労働者の中にいる男。社会運動をしている学生崩れと僕は見た。じゃあ、そんな男がなんで黒川の家に盗みに入ったんですはっはっはあれは奴らの前哨戦だよ。奴の言う通り金目のものを目的に言ったんじゃないよ。何かあるのさ。叩いてごらん。きっと台湾に関係のある奴。それに、 訓練されたやつだよ。自分の不利益なことは絶対に喋らんでもいいということを知っているよひょっとするとやつらもあの大村殺しに関係のあるやつではなかろうか僕の心配していた思想ギャングがこれに絡んでいると外国人が混ざるだけ困ったことになるね大村殺しもこれじゃ間口ばかり広がってしまったという形ですね まだ白くなりきっていない神田石山それに黒川そして得体の知らない女猪狩うん黒川は僕がやろう女は君たちで追ってみてくれ猪狩は斎藤君に任せるよだがどうして女の当たりをつけるまずあの着物です 黒川のところの人形と同じものを着ているというところがやつのミスです飾り窓のあの時のコスチュームは特殊なものですだが担当は出ていないはずです和服はことに珍しい模様ですからその方を洗ってみるつもりですまあそんなところだねあれだけ金目のものを身につけられるやつだから職業についているやつではないあれは ダンサーなどの比較的金になるやつだがあの特徴の顔では人前に出る職業の女ではないと考えるでも進駐軍専門のダンスホールならなるほどそれも一つの君の見方だね次にあの人形の首はまだどっかにないか探させますうん女は引き上げ者だったろうと思います その方も洗ってみま,すまあやってみるかだがそれの方は無駄だと思うよ僕の考えでは終戦前にもうこっちに潜り込んでいたものと見ている手配の写真はできているええあの人形をモデルにして作らしたんですができ次第お目にかけるつもりでいますだがね僕はそれにもあまり期待はかけないよ 我々はそれで懲りている作った人相写真で成功したのはないからねことにあれくらいの女だよもう二度とあの顔では歩いていないだろうからそうしたいきさつの上で女の写真が東京を中心にした関係官庁に配布され色づりの女の着物が品ぶらとして各百貨店古物商さては闇市場まで回っていった さすがに着物は東京だけで11枚が売られていたその報告を聞くたび磯子刑事は出向いたがあれを着るほどの家庭は相当の家で人に貸したり売ったりしたところは一件もなくまた盗難にあったというところもなかった一方田波警部は出発に戻って部下の作ってきたあの大村殺しの現場の見取り図長官図 現場写真の全てを再検討していたまず警部には密室の殺人であるということが気に食わなかった彼の取り扱った幾多の事件のうち密室の事件といっては彼が樺太旅行中たまたま手がけたエストルの蔵書家殺し新聞で「玄関殺人事件」と騒がれた犯人のトリックでできた密室がただ一つの例に過ぎなかった ねえ、磯子君。密室には三つの型があるんだよ。第一は犯人のトリックさ。次に偶然が密室を作る場合さ。犯人はちゃんと出入り口から出たんだが、風とか何かの自然現象がその穴を塞いでしまった場合さ。最後は捜査官の見落としさ。これが案外多いんだよ。 実際の犯罪の迷宮ってやつはね犯人のトリックよりこの見落としが多いんだよ我々の頭の悪いところさ探偵小説の安楽椅子探偵のように座って探せればありがたいがねまるでハエの頭くらいの予算でさそして満足な自転車ハはハハ自動車じゃないよ その自転車さえ一台もなしでさ、足でコツコツ歩かなければならないんだ。これじゃ気の利いた幽霊じゃない犯人はとっくに引っ込んでしまわねえ。というわけで磯子君、僕は大村のアトリエに行ってみるよ。黒川を笑ったが確証はなし。君も行くかい 例の七化け女子の方は大丈夫警部はこんな冗談を言うとパイプを丁寧に拭いて大事そうにケースに入れた目白の大村のアトリエはそのまま保存され大村の妹の久子と親類の老夫婦が住んでいた現場はあの大村の死体と人形のないことだけが変わっているだけであの時のままである。 警部は磯子刑事と丹念に調べたが、やはり得るところはなかった。あの人形のほかにこの絵の人たちが見ていたんだがね。こんなにたくさんいて、一人くらい口をきいてくれると助かるんだが。警部はがっかりしたようにこう言って、壁いっぱい空間を占領しているベラスケスの大きな模写の絵の前にどっかと腰を下ろした。それは。 大村がフランスの留学時代に模写したものでブレダの会場またはラスランサスといわれる九尺に一畳二尺もあると思われる大きな絵で長槍を持った兵士が画面いっぱいに描かれていた額縁は六七寸もある厚いものでアラベスクをくすんだ金色で置いていた警部はゆっくり煙草をくゆらしながらこの有名なベラスケスの原画よりも 日本では大村新の傑作と知られている絵を見ていた「なるほどベラスケスよりうまいと言ったやつがいたが死んだ」と警部は思ってそれを仰いでいたがやがて「おや?」と言ってパイプを口から離したそして立ち上がるとずかずかと絵の前に行って顔をくっつけるようにして額縁をのぞいた い額縁にはうっすらと白くほこりが積もっているそれなのにちょっと普通では手の届かない高い左手の箇所に1か所2か所ほこりの飛んでいるところがあるだがちょっと体の位置を変えるとそれは光線の具合ですぐ見えなくなるちょっっとそのいを取ってくれない磯子刑事が大きな木の椅子を引きずってきた 君にも見えるねこの何かでこすった跡ええ見えますこんなところにだけあるのが変じゃないか警部はそう独り言のように言って椅子に登った案の定そこには人の手でつかんだらしい跡が裏側の枠にまではっきりついていた椅子に乗ってやっと手の届くくらいのところである下から見ると 絵と壁とは密着しているように見えたが上部のところで89寸の間隔があったおお<ー>とうなって警部は椅子から降りてきた何かありましたねと磯子刑事が聞いたおおこの絵に何か細工したやつがいる警部はそう言って 久子さんを呼んでくれないかと磯子刑事に頼んだ水色の薄いブラウスで久子がお茶を入れた盆を持って入ってきたお呼び立てしてと警部は言ったいいえこの絵はあれから誰も手を触れなかったでしょうねええそのままですあなたも ええ、うーんと警部は何か考えているようだったが最近このアトリエの中に入った人は私が一二度と久子が言いさしてさっと顔色を変えたあなたとそれからええあの昨日でした女子美術の方が一人 この縁を見せててくれれと言って来られました見せたんですねええお断りしましたのですが山下先生のご紹介で来たと言ってその名刺を出されました山下先生って山下喜一郎画伯ですね日天の審査員のええ私たちの親戚になっているものですから警部は眉をひそめて ちょっと深いな顔をしたが警察の許可なしでは入れてはいけないと言っておいたはずですがねと軽い調子で言ったええー、で私もそのことを申したんですが許可はもらってきたって名刺を置いていかれました誰の課長さんのですえ僕の と言って警部はあきれたような表情で秘子を見たその名刺を見せてくれませんかそれは田網警部の本物のしかも警視庁捜査第一課と感銘の入った名刺だったそしてそれには彼自身の手で「絵を見せてやってください」ただし「触らんように注意してください」 と書いてあったその女の人は絵には触らなかったですねええ私がずっとそばについていましたどのくらい言いましたほんの5分か10分でしたその間あなたは離れなかったのですねええその人はただじっと見ていましたか上部のディティールを見たいと言って 椅子に登ってみていました。おお、その時額縁には触れませんでした。いいえ。そしてその女は名前を言いませんでした。その名刺にある名前を名乗っていました。山下がはくの紹介には草浦君とだけあった。警部はその女の要望や服装などを詳細に聞き取り。 2枚の名刺を借りてアトリエを出た夏の日はもう向こうに赤々と落ちかかって火葬場の煙突がその中にわびしく煙を吐いていた駅に向かう歩道を歩きながら警部は言ったあの女だよ恐ろしいやつだねだって久子さんの言われた人相では人形と類似点はちょっともないじゃありませんか 美しい人だと久子さんが言っていたねそれが盲点だよ女というものはね自分より美しい人には知らず知らず嫉妬の炎を燃やして性格を極めないものなのだよ僕たちが見ればどんなにメイキャップしたってその中から素顔を見ることができるがねやぼったい田舎での女学生みたいな服装だったところに あの女の偉いところがあるよその仮ぎで自分の体の線を隠したのさじゃあなぜやってきたのでしょうわからない女の目的が僕も捜査官のおまんまをいただいて三十何年になるがこの女の行動くらいわからないものはないよねえ君 まず味方なのかい敵なのかい考えてみるとあの女の出現で別に僕の方でマイナスになっているものは一つもないそれに憎いじゃないか僕の名前を使ってさそして皮肉な女だね触らんように注意しさと言って警部はふと足を止めて何か考え込んだ うーん。磯子君。あの触らんようにはね、あの女が僕に言った注意なんだよ。僕にも触るなというのだ。何のためにあの額縁の指跡を見せるためにさ、あの女もあの手の跡を見に来たんだよ。とすると、 女も大村殺しの犯人ではなくなってくる。名刺は課長がお書きになったのでしょう違うさ、僕は書かないよ。あまりに上手に似せているのでそう言ったまでさ。じゃあ山下先生のももちろん似せだろうね。あの絵は元はよく画学生は見に来たよ。中には宿舎をやっていた絵描きもいたものだよ。 あの絵でね、密室の謎が分かりかけてきたよ。それにしても、今一つ分からないものがある。謎の鍵。パズルのキーですかいや、本当の鍵さ。どこのですアトリエのさ。黒川のですかいや、大村氏のアトリエのだよ。 前にあれほど探したた。がなかった誰が持ち出したかということさ2二人はその足で吉祥寺に山下喜一郎画伯を訪ねた病気で休んでいたが画伯は快く2人に会ってくれた警部は名刺を示して聞いたが名刺は僕のものですだがこれは今使っていません もう45年も前に印刷したものです今頃出てくるとは思いがけませんねこのお字ですか僕の字ではありませんもちろん家内のでも昔はよく僕は家内や書生に書かして印を押さしてやったことがあります書生の字でもなさそうです印は僕のですよこうなると うっかり名刺1枚渡せんもんですな画伯はそう言って笑った草浦という名前にも記憶はないという女子美術の生徒には無駄だと思ったが聞いてみた画伯はまた女子美術の教授もしていた山下画伯が立って書斎から名簿を持ってきた今年の春までの卒業生の中には そんなな名の者は人にもいなかった予期していたことなので警部は別に失望もせず山下家の暗い敷石道を出た振り返ってみると山下家独特の予備林の大きな木札がポーチの明かりに寂しく揺れていた次の朝棚網警部は起きるなりその足で黒川のアトリエに行った 昨夜打ち合わせしていたとおりもう磯子刑事や23人の警官が来ていた警部の指揮であらゆる細部まで人形のおなかの中まで探した一個のアトリエの鍵を得るために出会った朝から昼昼から夜くたくたになって探したがその鍵は出てこなかった君たちならどこへ隠す ととうとう悲鳴を上げて警部は部下たちに聞いた僕なら隠しませんと一人の私服が言ったじゃあどうするテーブルの上にでも投げ出しておくかみんなの目につくところに置きます磯子君は勘違いにたけたやつは探せそうなところには隠さんでしょうやけぼっくいを隠すには火屋跡の灰の中に限ります 何かの本に小石は海岸の小石の中に木の葉は森の中にってことわざがありました。お<う>とそれを目をつぶって聞いていた警部はよしと言って立ち上がったそして <laughs> と人々がびっくりするような大声を上げて笑った。 どうしました葉は森の中にさ。鍵は鍵穴にさ。そう言って警部はつと手を伸ばすと、そばのキャンバス入れの細長い押し入れの鍵穴に刺さったままになっている小さな鍵を引き抜いた。それには不格好な、はがき台の古くなった木札が古い靴ひもで結びつけられていた。 そしてそれにはこう書かれてあったガフ入り戸棚の鍵黒川さっきからみんなこれを見ていたねはッはッこんな真っ黒な木札を下げて隠してあるとは思わなかったその鍵の形は変わっていたもちろんその戸棚の上には合わなかったつまみのところに エルエルとっってあった。ベラスケスの「ラス・ランサス」の頭文字さベラスケスの絵の鍵すなわち大村新のアトリエの鍵さ8棚網警部の苦難 その鍵についていた木の札から棚網警部は嫌なものを発見したそれはその木札の指紋を検出している鑑識課から電話で黒川正義のものでない指紋が出たと知らしてきたことであった誰のです石山久志のですよと向こうの声が言ったな何 石山久志の指紋だってと警部はがく然として椅子から立ち上がって叫んだチクシーそしていきなり持っていた雑誌を床にたたきつけたどうしてあの城のような黒川のアトリエに入れたんだ電話のベルがジリジリとなっている警部は聞こえないもののように腕椅子にひっくり返って 足をテーブルの上に投げ出している電話のベルなんかいくらでもなればいいさという態度であるそのうちそれはやんで今度はホーンのブザーが鳴る警部は乱暴に足のかかとでスイッチを入れる赤い明かりがぽっつりついて向こうの声が言った課長ですねさっきから豊島署で呼んでいるというのですが。 寺山所長です。休養でお会いしたいというのですが、聞こえますかそこで警部は、ああ、と一言だけ返事した。それから磯子刑事が昼までに帰ると伝言でした。君はと警部が聞いた。警部です。よし。 今日は俺はいないと言ってくれ寺山所長はあいつのことだもう途中まで来ているだろうそう言って警部はスイッチをプツンと切った案の定それから30分もすると大きな体に汗いっぱいかきながら寺山所長がのっそり入ってきた今日一日お留守と聞きましたがね 何しろ暑い。腐っていますね。あの黒川のアトリエの中から石山の指紋が出たっていや結構ですよ。僕の目には黒いはなかった。さすがの亜美さんも今度は大失敗の幕だ。 たまには黒星もいいさ。あとは僕が引き受ける。この愉快な給友はこう一人で喋ると。なかなかいいものあるじゃないか。本庁のやつは贅沢だよ。と魔法瓶の口を開けて一人で冷えた水をコップに移した。それは私物だ。 うるさい男だないつもやっと体を起こした警部はこう言って大きく伸びをした方民を驚かして申し訳ないこのよき日なかに昼寝するなんてもったいない話だ昼寝じゃない考えていたんだ何を この間あげた猪狩という男、ただ兵を乗り越しただけではどうもできん。盗みに入ったというのだが、それはでたらめだ。橋本検事係で釈放と決まった。君は何でも物事を重く考えるからいけないよ。あまりに大切にしすぎるよ。事件を。 うん、黒川の場合だって大村殺しと別にして追ってみるといいんだよ。いや君が深くやってくれたからこそ石山の確証が出てきたのだが僕はあれで石山を起訴するよ。起訴する と警部は寺山署長の顔を見つめたがその目の中には寂しい影が浮かんでいた警部は苦問の中にあった棚網警部は行き詰まっていたのだ彼は今までの事件でこれほど迷路に迷い込んだことはない一つの道を発見して進むとそれはみんな袋小路であった黒川には あれ以外何か暗い影があるだが確証がないいがりは釈放と決まったあの人形に化けている女は何の必要からだろう石山のあの鍵の指紋は誰があれを黒川のアトリエに持って入ったベラスケスの指型は誰のものであろう人形の女を追っている磯子刑事からは何の報告もなかった 全死をしらみつぶしに探しているらしいだがあれから女は用として姿を現さないやはり警部にはあの女の目的はわからないが何か持っているような気がしてならない警部は厚い灰色の壁の中に閉じ込められたような憂鬱と焦燥を感じただから彼は 朝から面会も謝絶して実質に彼には珍しく無作法な格好でひっくり返っていたのであるもう新聞も大村新た殺害事件は投げているそれどころでなく世は大韓の収賄事件旧兵器処分事件と3面を賑わすトピックが次々と起こっているで警部も記者に追いかけられないだけがめっけ者であったのである いつもならすぐ給油の冗談に乗って軽口を叩くのにさすがの今日はその気分にもなれなかったことに初めから石山久氏を犯人として追っている寺山所長の得意の情絶は彼には耐えられなかった分かった、参ったよ。よ。今度こそは君にかぶとを脱ぐそう言って警部は大きく手を振った。 じゃあ、君の方には依存ないね。石山の件は僕がいただいておくよ。えああ、そうそう。一つ言い忘れた。石山をつけらしていたんだがね。奴一作や。 君たちも訪ねて行った山下画伯の家を訪問している。ところが画伯一家は四五日前から鎌倉の方へ行ってしまっている。奴は暗いポーチに立って呼び鈴の紐を盛んに引っ張っていたが返事なしさ。奴に言わせると 愛に恋と山下氏からハガキが来たと言っているのだがね。彼は大村の関係で山下氏を知っているのだよ。そのハガキは、捨てたと言っている。ふん。気のない返事だね。少し元気を出せよ。 夏痩せには早いが岩マロに我もの申すだうなぎでも食べたまえじゃあ失礼する鑑識で指紋をもらっていくよこの快感はこう自分のことだけ言うと帽子をつかんで出ていってしまった そこへ毛抜き違いに磯子刑事が帰ってきた警部はその顔色を見ただけで今日も半日とろうに終わったことを見てとったかわいそうにこの若い美青年の警官は顔も体もほこりだらけにしていたご苦労さんだったただいまどうしました課長浮かない顔されてああ 今寺山君が来てね石山を起訴すると言って帰ったおう、石山をああ君は聞かなかったろうが昨日の黒川のところから出た鍵ねあれには石山久の指紋がついていたんださっき鑑識から報告があったあのアトリエにあんな大きな犬までいてさ 石山はどうして入れたんだい黒川は何と言っているんですまだ聞いてみないよ。石山はまだだ。じゃあ二人についてそのことを調べてみるんですな。だが無駄だろ。う。そんなことで落ちるやつじゃないよ。石山ですかあああ。 黒川さだが一応調べてみるか呼んでくれないか磯子刑事はブザーのスイッチを入れた応答の赤い明かりがつくと黒川を出すように伝えた5分もせず2人の警官に守られて黒川が入ってきたまあかけたまえ警部はそう言って椅子を進めると さあやりたまえとタバコを出した黒川がそれを1本抜くと警部が自分のタバコの火を貸してやった君に一つ聞きにとつたいことがあるんだかねしばらく黒川のうまそうに吸うタバコの煙を見ていた警部は自分のパイプを置くと聞いた「君は人形の首をただ欲しかったから」。 昔の恋人の首なので欲しかったので取ったと言ったね。ええ。だが僕にはそれだけで納得できないものがあるんだ。それは大村氏の殺害のことだよ。君は大村を自殺だと言っているね。だが当局ではあくまで他殺とみているよ。なら。 殺したのは誰なんです。それは君さと警部は黒川はどう出るかその表情を目の中に読もうとしたほう私がと言った黒川の顔には何の表情も浮かんでこなかったそしてつぶやくように言ったそんなバカなことが。 だがね、黒川くん。君のアトリエにね、こんなものがあったんだよ。そう言って警部は机の引き出しから昨日の鍵を出した。それは僕のです。僕のアトリエにあったって不思議はないでしょう。なるほど。これには君のところのガフ入り戸棚の鍵、黒川とあるね。 だが、この鍵を見たまえ。これは君のところのものかね。そう言って、警部はその鍵を黒川の前にからりと投げ出した。おや。と、それを手に取るなり、黒川は言った。これは僕のじゃありませんよ。よだ誰の鍵なんです。そしてその顔には狼狽の影が走った。 それを僕も知りたいんだがね。と警部はじっと黒川の目をのぞき込んだ君の外出には誰も入れないはずだねそれなのにこの鍵があったんだよだが黒川の表情にはもう何の動きもなかったこれは大村のアトリエの鍵さ と、警部はズバリと言ったどう黒川は言うか老狽するかしかし黒川は何も言わなかったし眉一つ動かさなかったそれじゃあその鍵を僕が持っていたとしてじゃなぜあの首を盗みに行く時あんなカラスなんか破るバカを僕がしたんですその鍵さえあれば あなたたちの言う指紋なんてものもあの窓に残さずやれるじゃありませんか。黒川の口紅にはかすかな笑いが浮かんでいた。警部はそれを見て仕方がないというように肩をすぼめた。ところがね、この木札に面白い指紋があったんだよ。石山久志って男の指紋さ。 あの、ピストルに指紋をつけたという。ああ。じゃあ、そいつが大村殺しの犯人ですよ。どうして警部はさも興味を持ったかのように体を乗り出して聞いた。だって彼でしょ。う。僕に嫌疑をかけようとしたに違いないんです。そして、 僕の家に鍵を放り込んでおいたんです。どうしてあの厳重な君の家に入れたんだいそんなこと。と言った黒川は、得意そうにポキンと自分の指の関節を鳴らすと、わけはありませんよ。僕は人間を嫌って誰にだって会いませんし。 どんな人間にだって玄関にしか入れたことはありませんが、たった一人、電気屋だけは仕方がありませんでしたよ。メーターはアトリエの隅にあるんですからね。月一遍だけは、その配電会社の社員って男が入ってきますよ。おお、そういえば、 続けて二回来た月があった。その一人が石山だったんだ。その時、もちろん僕はすぐその男のそばにくっついてはいたんですが、何かの隙にちょいとこの鍵を付け替えて放り出していったかもしれませんよ。ああ、それですよ。 だって君は、石山を知っているんじゃないのかい台湾で。いいえ。と、黒川は気厳そうに警部を見た。知りませんよ。ただ、新聞で、その石山って男が犯人だと知ったんですよ。おー。新聞でね。 と警部は力を込めてそう言ったそれを聞くと黒川の顔にはさっと不安の影が走ったじっとそれを見ていた警部は「えやご苦労だった」と誰にともなく言って二人の警官に合図した黒川は両方から警官に守られて出ていったあれだけのものさ分かった磯子君 黒川の足音が消えると警部は言った確証を突きつけられない以上しらを切るつもりさなるほどあいつの言うとおり指紋なんてものは品物と一緒に持ち込めるもんだよで課長のご結論はどうだったんですと磯子刑事が聞いたたった一つのほかはゼロさ だが少しはえるところがあった。もう少し鍵を漁ってみるよ。食事したら一緒に行ってみるか。ええ、お供いいたしましょう。こんな話をしているとき、検察庁から電話があって、いがにを釈放するからと言ってきた。厳重に監視してくれ。二人くらいつけ出してくれないか。そう刑務へ伝達すると、 ベルを鳴らし簡単な食事を済まして2人は警視庁を出たそして初めは大村のアトリエに久こを訪ねたアトリエの搬出口の鍵のことですがね兄さんはいつもどこに置いていました応答に出た久こに警部はすぐ聞いたいつもその扉にさしたままにしていますこれですね と警部は鍵を出した。札はついていなかった。ええー、これです。あらどうして？スペアがありますか？いいえ。ずっと前になくしてこれきりでした。だから兄さんはこれに大きな点包線を二枚つけてあの扉にさしておきました。どんなことがあってもドアから抜くことはありませんでした。 じゃあ、外から情をかけるということはないわけでしたね。ええ、ありません。じゃあ、あの夜のことですが、この鍵はやっぱりその時、あのドアに刺さっていましたかよく思い出してください。久子はこう言われてじっと考えていたが。ああ、私たちの入っていった時、確かに刺さっていました。 が、だが、だが、どうしました二度目に警官の人たちと一緒に入ったときは、そうだわ、なかったんだわ。おお、間違いないですね。警部は念を押した。ええ、こんなことをどうして今まで思い出さなかったんでしょう。ありがとう。 警部はその鍵を久子に渡すと辞したそれから神田浩一の下宿を訪ねた先生のところの搬出口の鍵はあの夜どうであったと警部は同じ質問をしたさあ確か天保線のついたままあそこに刺さっていたんじゃありませんか それが神田の答えだった。次に警部は再度降印された石山に豊島署の刑事部屋で聞いたなるほど思い出しましたあの鍵は僕がみんなを部屋から追い出して異常がないかと振り返った時確かにあのドアに前方線が光って見えていましたところが作用です 皆さんがいらっしゃって開けようとしたが開かなかったんです今思えば変だったんですが気が転倒していたのでしょうな石山はそう言って苦笑したいやありがとう警部の顔にはかすかに喜びの色が浮かんだだがねその鍵は黒川のアトリエから出て 君の指紋がそれについていたんだよ。ええ、そうですってね。所長さんから聞きました。どうしてだか、僕もそれを考えているところなのです。じゃあ君は、黒川正義って男は知らなかったのかね台湾にいたというのだが。ええ、名前だけは聞いたようにも思うんですが。 木内瞳って女のこと、君は向こうで聞かなかった。いいえ。大村氏のモデルだったそうだがね。あの人形とよく似た顔の。ああ、あれですか。大村先生からフランスでの話を聞いたことはありますが、本人とは会っていません。日本にいるってことを聞かない い,い,えいやありがとうそれだけ聞いて警部は警視庁に帰ったが思いがけない強暴が彼を待っていた課長すみません田波警部と磯子刑事が帰り着くと彼の部屋に追いかけてきた長野刑事がいきなり言った見ると彼の顔から玉のような汗がいっぱい流れている 手には大きな四角な包みを持っていた。なんだ、まあ入りたまえ。事件はなんだい。いがりですが。いがりが？とさすがに警部もハッとして振り返った。どうしたのかね。死んだんです。え、死んだ？それは。 晴天に鳴り響く霹靂にも似ていたうーんどうして警部はどっかと椅子に腰を落とすと聞いた奴を追って僕と野上君が出ました野上君は大学生の服で僕はこの通り労働者風で野上君は先になった尾行を僕がその後をつけました猪狩は外に出ると ちょっと眩しそうに空や辺りを見ていましたが、やがて停留所の方に歩いていきます。二人は後を追いました。猪狩は築地駅に乗り、月屋橋に出て池袋行きに乗り換えました。そして彼は池袋の終点一つ手前で降りると、ぶらぶらと駅の方に歩き出しました。僕たちがこちらから見ていると、彼は一軒の古本屋に入ったのです。 古本屋といっても2三百3 0 0冊くらいしかない例の焼け跡にできたはあちゃんみーちゃん相手の赤本屋です彼はその本屋に入るとずっと奥の方にあった一冊の本に手を伸ばして引き出しました時間ごろだし彼は少しは金も持っています大抵の奴はすぐ食い物屋に入るはずなのに彼は古本屋に入ったのですピンときました そして手に取っていた本を後で見に行ったのですがそれは英国の古いセンチュリーの辞書の一冊ですあれは確か10冊組のはずですがあの店には2冊しかなくその一冊です古くからの手ですよそれをレポの連絡に使っているらしいのですがその中から何も出てきませんでしたし書き込みもなかったらしく彼はそのままその店を出ました 今度は商船の駅の方に出ましたがあの闇市の中を通ってさすがに食欲を感じたものでしょう中華丼を一つ平らげて今度は商船に乗りましたすぐ後ろからのぞくと日暮里行きです私は今度はやつにぴったりくっつき野上君に合図を送りましたもちろん猪狩をつけているやつも僕たちを見張っている者も,もいません 今度は伊賀にもねぐらへ帰るなと僕は思いました。ところが奴は日暮里には降りず、そのまま京成電車のホームへ行くじゃありませんか。そしてちゃんと金を用意しているんです。斎藤警部補には東京は初めてだというようなことを言っていましたが、なかなかどうしてちゃんと東京の地理は心得ていますよ。あの途中のホームで切符を変えるなんて手は、 東京だってほとんどあの線だけですからね。奴はそれをちゃんと知っているんです。猪狩は、市川のまママまでの切符を今度は買いました。ままで降りて、ちょっと戻って左へ入ると、フィレンツェという名前だけはイタリア風の花屋の店先を借りた小さな喫茶店があります。奴はそこに入ったものです。僕たちも入りました。 奴は目の先です。何しろテーブルが三つしかない店なのですから。彼は入ると紅茶を注文し、それをゆるゆる飲みながらそこに出ていた映画雑誌なんかを見ています。別にその様子から見て人を待っているようでもありません。そのうち人が入れ替わって僕たち三人になりました。と彼は、おずおずそこの女将らしい女に言いました。 あの、僕は船橋の石川っていうんですが何か僕にことづてか何かなかったでしょうか石川正夫さんってああそうそう来たらあげてくれって手紙を頼まれましたわラブレターねかみさんはそうちょっとはすっぱに言うと奥から一通の手紙を持ってきて渡しました 普通のハトロンの封筒です。イガリはそれを開いてちょっと見ていましたが、それをくるくると丸めるとポケットにねじ込み、おばさん、お冷やを一杯くださいな。そう言って水をもらって飲んだのです。それから何か手の甲で丸めていたようだったんですが、ポンとそれを足の下に投げました。見ると薬方脂のようです。 猪狩は黙って十円札を二枚置くと店を出ました。僕は素早く薬法師の玉を拾うと彼の後を追いましたが、僕たちの出た時、彼はすぐ三四軒先の線路の柵に捕まり、ガッと何かを吐射すると、そのままゴロリとひっくり返ってしまったんです。おい野上くん頼むと。 僕は目の前の病院に飛び込みましたがダメでした青酸カリでしたこれがそのセンチュリーの辞書と手紙と薬方紙です長野刑事は一気にこう報告して顔の汗も拭かずにさっきから抱えていた包みを解いたその中から古い角の切れた大きなセンチュリーの辞書が出てきた 警部が手に取ってみると1904年のロンドンのタイムズ版の古いもので別に書き込みや暗号の記号もないようだった何もないようだね本屋のおやじは見たこともない人だと言っていますしおやじの記憶では最近これを手に取って見ていたものはなかったと言っています喫茶店の女将はやはり知らない男だと言っています

八重清よりと書いて住所はただ船橋にてとあるきりだったもう少し早くあの手紙を怪しいと気がつけばよかったんですがすまないことをしましたと長野刑事は頭を下げたいいよいいよ不可抗力だね君たちの落ち度ではないよと言ったものの 痛な心は隠すべくもなかった殺したやつはと磯子刑事が聞いた自殺さと警部は吐き出すように言ったが半ば強制的でもあるだろうね黒川のアトリエ忍び込みの失敗の席を問われたのさ誰にです黒幕にさ 一つの団体だろうねどうしてそれがお分かりですかまず猪狩は白い手の労働者だったことさ次にあの売れ残りの人の手にめったに触れない店頭を利用する街頭連絡の方法それから喫茶店を利用してただの白紙に薬を入れてある手法などさチェコから 一頃のイタリアあたりで流行した思想団体のやり方だよそこへドアにノックの音がして球児が一通の核封筒を持ってきた即達です警部が何気なしに受け取って裏を返すとおお<う>。とうなったそこには住所はなくただ1行 草浦公子と達者な美しい字で書かれてあった警視庁捜査第一課長棚網工作警部様そして「即達」と書かれた下に「指針進展」と書きそれに大きい鉛筆で「深く輪郭が取ってあった」第九章 草浦貴美子草浦紀美子とは、田網警部が大村新のアトリエに、ベラスケスの絵、ブレタの会場を見に行った前日、偽の山下喜一郎画伯の紹介状を持って、やはりあの絵を見に行き、この絵に手を触れてはいけないと暗に警部に警告したあの女ではないか。警部は封を切った ジャスミンのの香りがほのかにした「おや?と」と警部は思ったその甘い香りは一番初めに大村のアトリエであの人形のコスチュームを脱がした時におった香料ではなかったか美しい細いペンでそれは5枚の大型の便箋にぎっしりと書かれていた「棚網警部様」 大村新田事件で連日のご奮闘お疲れのことでございましょうご警官のあなた様にはもう私が誰であるかご存知のことと思いますあなたの探している女でございますいや女というよりも文学的に言いますならば人形の化身でございます黒川氏の前にまた あなた様たちの前に人形から抜けて姿を現したのは私でございますと言っても私は決して警部さんたちを愚弄する意味であんなことをしたのではないのです目的は別のところにあったのでございますそれが偶然あなたのお目に留まりあんな結果になりましたと言ってもまず私はあの大村新先生の殺害犯人でも また共犯者でもないことを第一番に申し上げておきたく存じます。あるいはむしろ口はばったいことを言うようでございますが、皆様の法の味方であると申せましょう。私は犯人を知っております。いや、もう警部様はちゃんと犯人をご存じでいらっしゃることは私にもわかっておるのでございますが、おそらく私のように、 動機や確証をお持ちにならならいと存じます私は大村先生が殺されたと新聞で見ましたときから、それは誰が犯人であるかすぐわかりました。ではなぜお前はそれを当局に知らせなかったのだ。地方下の国民としてそうするのが義務じゃないかとあなたはお言いになるでしょうが、どうしても私には、 今まで待たなければならない理由があったのでございます犯人は初めから分かっていたと申しましたしかし今の憲法では確証のない以上その人は罪になることはありませんうっかりそれを暴き立てましょうが完治に長けた犯人は上手に訪問をくぐり抜け大切な証拠の隠滅を図るでございましょう それが私には恐ろしかったのでございますで私は彼ののっぴきならない証拠を得るためにあんな真似をしたのでございますあのあなた様のいかれます前日大村先生のアトリエにベラスケスの絵を見に行った雅学生は私でございました私になぜあの絵が必要であったかあなた様の名刺に書いた一行でもうご存知のことと思います 棚網警部様私は2回3回黒川のアトリエに入りました何のために第1番にはあのあなた様の探された大村先生のアトリエの搬出口の鍵を探すためでした私は2回目でそれを探しましたその鍵がいかに重大でありますことかは書く必要がないほど あなた様にには分かっていいることでございます次に私にはもう一つ大きな探し物がございました。だがそれは失敗に終わりました。私がそのものの隠し場所を探し当てたとき、それはもう黒川のところにはなかったからです。犯人はもうあなた様たちの手の中に入っています。だが自身の身をかわいい犯人は、 たとえ鉛の湯を注ぎ込まれても決して自白することではありません彼らの背後には恐ろしい目が光っているからでございます何を小娘がと思っているあなた様に私が必要とするのはここにあるのではないかと思うのでございますそれを私はあなた様に話したいと存じます だががそれには条件があるのでございます。警視庁のあの紫外線装置をもって大村先生のアトリエに関係者一同集まっていただきたいことでございますそれには人間である皆様はもちろんのことこんなバカげた言い方をお許しくださいあの三体の人形もお持ち運びいただきたく存じますと言っても 私はあなた様たちや法律に挑戦するものではございません。もし私の申し出がご不快でしたら、どうぞお捨て置きいただきます。私は私でまた別な道を取ることでございましょう。このわがままな女の申し出をご承諾いただけますなら、三写真新聞の第四面に、ただ一行、OK と広告願います。日時は あなた様の方でご指定いただきたく存じます。7月5日草浦きみ子田波警部様負けたそう言って田波警部はその手紙を磯子刑事に投げ出した磯子刑事はそれを取って読んだ恐ろしい女だよ 僕より一歩前を言っているよ。ええ、そりゃ、この女は動機というものを知っているからではないですかそれから機能していけば、答えは簡単に出るではないでしょうか。うん、それもあるよ。だが、いくらフラッパーに、そして解放されたと言いながら、現代の女でこれほどやれるものはいないよ。しかも、自慢じゃないが、 この棚網を向こうに回してさ。え、ね、え、磯子君。僕はこの手紙から言い知れない妖気を感じるよ。仕事のことだが、僕はこの女に会ってみたい心持ちでいっぱいだ。僕たちの仲間に一人こんな女がいたらねえ。今の女子警官諸君。 いつになったら僕たちの仕事を手伝ってくれられるのだろう僕は会いたいよ人形の化身というこの女に 2>, 2日たって三ン写真新聞の4面映画費用の下にただ1行5チックでこうした広告が出た OK10、OK、日午後7時 六時半。来ませんね。と、寺山所長が言った。来るさ。石橋式の棚網くんには珍しいことだね。一本の投書を信用するなんて。と言ったのはすぐ生検事であった。はっはっと、それに応えず警部は笑って。幾時 と聞いた今6時半と言ったばかりだよハハハどうかしているね芦田弁護士が口を挟んだここは目白の高台にある古大村新のアトリエである人々が集まっていたあの時の関係者が棚網警部寺山所長磯子刑事 橋本良検事芦田弁護士それに黒川正義石山久志の両容疑者神田浩一大村久子それにあの夜大村と共に酒をくんだ上田二見などそしてあの3体の人形それに鑑識の技師そばには携帯用の紫外線装置の機械が置いてある 10分経った人々は話しやぐんでそれぞれのポーズでたばこの煙を吐いている開けた窓からその煙が渦のように流れ出る日は沈みかけて西の空がカッと明るくなった「来ますか?」とまた寺山所長がからかうように聞いた「来ますよ。 嫌に自信があるねえ。ああ、大丈夫だ。来なくても僕はみんなに話したいこともあるし、あの夜の惨劇をここで諸君に再現してみせたいと思っている。何のために芝居だ。と、さっきから一言も言わなかった橋本検事が吐き出すように言って、持ったタバコの火を、 キリキリと灰皿にこすりつけて消した警部はその方をちらと見たがまた静かに寺山所長に向かって一つ二つわからないことがあるんだよそれをもしできれば再現して皆さんに見ていただきお知恵を拝借したいと思っているんですよ田のみさんにしては珍しい法律の威厳に関する と、また橋本検事が苦に々がにがしく言った。しかし、我々には実地検証は許されています。そりゃ許されている。しかし、限度を越している。あんな投資を信用して芝居だ芝居だっていいさ。ねえ、田波君。僕は大いに賛成だ。司法官なんて頭のコチコチの連中には、 たまにはこんな芝居を見せてやる必要がある。スゴ君、そうじゃないか芦田弁護士が大きな声で言った。うーん。と、仕方ないように言う菅生検事。ちょっと芝居の幕開きを待っているようで、また良きじゃないか。こんな美人の人形も三人いるしさ。できれば僕の膝の上にかけてほしいものだと思っている。芦田弁護士は、 夕食に少ししアルルコール分が入ったらしい。例の冗談が出てきた少し入りましたねと寺山所長がコップを持つ手つきをしたやったね芝居見物には酒がつきものだよ酒のないドラマ見物なんてものは音楽のつかないダンスみたいなものでちっとも面白くないだがこれは感激じゃない と橋本賢治がメガネ越しに睨んだまさに感激でもないが法廷でもないだからその草浦という女が現れんでも差し支えない僕は亜美さんの崇拝者だ事件では会うたびに毒好き嫌がらせをするが良きライバルとして尊敬しているその草浦とかいう娘さんのあいやミセスかもしれないし未亡人かそんなことは知らんが 来る来ないより、僕はアミさんから今度の事件の真相を聞くのを楽しみにしてきた。芝居係結構。時に時間は何時だね ?6 時55分です。と、磯子刑事が言った。よし、あと5分。アメリカにはこんな話がある。あの有名なリンドバーグ事件。 リンドバークジュニアの幼児誘拐事件の時、俺は犯人を知っている。俺は犯行を見たってやつがずいぶん出てきた。それってんで、検事局もおったし、何しろ新聞は大変だ。それ特れだってんで、中にはそのものを缶詰にして聞き出そうとすると、これが全部嘘。なんでまたと、寺山所長が聞く。 金になるんだよ。アメリカあたりじゃ新聞社でソやってんで金を出して自分のものにしようとする。こちらと違って出し振りゃいいさね。ために一年くらいはくらっても新聞の上では英雄になる。なるほど。結局は偽証罪でやられるがね。日本でもそろそろ現れるだろう。大きな事件になると、 犯人は俺だなんて言って天丼をせしめるやつがある。我が草浦君もその天丼組でなければ幸いだ。幾時だいおそら来た。と芦田弁護士はおどけたように身を起こした。なるほど前の廊下をコツコツと小さな靴音がする。人々は聞き耳を立てた。 ココツコツとドアをノックする音どうぞと田波警部が言った磯子刑事が立ってドアを開ける薄闇を背にして立った草浦紀美子と名乗る女部屋からの明るい明かりを受けて人々は思わず固唾をのんだ女は一歩室内に入った お,おと誰かが小さく叫んだモデル台のそばに立った3体の人形と服装こそ違え体つき顔形髪の色寸分の違いもないではないか白いボレロシンクのスカート草浦み子です時計がボーン ボーンボーンと7時を報じたなるほどと芦田弁護士が言った僕が田波です存じていますそう言って公子は美しい歯並びを見せて笑った菅生検事橋本検事芦田先生 キミコはずっと頭を下げたをげそして久子には「この間は失礼しました」と言って笑いかけた「いいえ」と久子は小さく言った久子はちらと黒川を見たが何も言わなかった石山は久子の入ってきた時から石岩のその光る目でじっと肉肉しげににらみつけていた 黒川には何の表情の動きもない手紙にはあなたにはあなたで別な目的があると言っていましたね公子の座るのを待って警部が聞いたええ。それは第一に復讐です女はきっぱりとこう言って唇を噛んだ第二に 探し物です。どんな母の遺品です。では、復讐は、あなた自身の。いいえ、大村先生のためです。では、あなたと大村氏の関係はでは、復讐はできましたいいえ、 それは法律でしでししてくださるょう。犯人を指摘さえすればその犯人をあなたは指摘できるというのですねええ証拠がなければどうにもならないということをあなたは手紙に書いていましたねその証拠もええでは犯人はどうしてあの凶行ができたのです 密室を作ってええと公子はちょっと目をつぶって考えをまとめているようだったが静かに口を切ったまず犯人は何年も前から大村先生を狙っていたということですこれはまだ警部さんも知っていなかったことと存じますだが犯人にとっては大村先生を殺すことが目的でなかったのです では、どうして撃ったのですみ子は寂しそうに頭を振った犯人は大村先生を狙っていましたがあの殺人は計画してやった殺人ではありませんでした偶然のチャンスだったのですじゃあ殺人はと橋本検事が請求に聞いた犯人はあの夜アリバイのなかった人の一人です と言うと神田君と石山くんだと寺山所長が言った後の人たち久子さん上田二見良君はちょっともあの時動いていないうん神田君はあのピストルの音を聞いた時このアトリエの前にいた それは神田君自身の供述だが石山君もその時はいなかった人々がアトリエに入ってしばらくしてから帰ってきたと田波警部が付け加えたその時間は石山君を犯人として彼がこの搬出口から出て 表を回ってここへ入ってくる時間に相当していると寺山所長が言ったそうですそれが第一番に石山君には不利益であったそれにあの石山君の靴跡の問題があるあれは石山君自身自分がつけたものだと認めているので文句のないところです ところが僕には疑問があるのです。あの泥の中を歩いてきたのに、この殺人現場であるアトリエにその泥の足跡のなかったことの不合理です。久子さんは酒を買いに行く彼を送っています。その時石山くんは長靴を履いていた時計部はひさこに聞いた。うん、えー。いつもの長靴でした。 と、はきっっぱり言った。そのとおりです。また酒を買いに行った店の主人も、あの横の交番の警官もそれを認めています。で皆さんに注意していただきたいことは、ピストルが鳴って石山君がここに現れるまでの時間のことです。ほんの2分もなかったと言っている。 しかし、誰もあんな騒動の時、時計を見ているものはないのですから、正確な時間はわからないとしても、みんながアトリエに入って死体に手をかけたばかりのわずかの時間だと言っています。うーん。石山君はね、あの草の上を歩いて、それから裸足になり、2メートルばかりの扉に飛びついて入ったのだよ。 だから土にも跡がつかなかったし、このアトリエにも跡がなかったんだよ。と寺山所長が説明した。それです、僕の言いたいことは。と警部はそれを引き取って。あの日は雨が降っていて長靴はぬれていたし、僕はその後、あの靴を見ましたが、穴が開いて水の漏る状態になっていました。 それに軍隊用の足にきっちり合わして作った長靴です。雨に濡れた靴下で、その上酔っていて、そうした長靴を履いたり脱いだりすることのいかに不便だかということは、皆様もご存知のことだろうと思う。ところが帰ってきたとき、彼は靴を履いていた。 その玄関のたたきに入ってくる彼の足音をみんなは聞いているし、その足跡も残っている。あの時間では、到底長靴を脱いでまた履くということはできないということです。次に、みんながこのアトリエに入ったとき、あの搬出口はきっちり閉まっていて、内側にその鍵は、天保線をつけたまま下がっていた。 ところがつぎに警官のきたときそのかぎはなかった。ではどうして石山はそのうちがわからかぎのかかったとからでられたのですおやたなあみくんそのてんぽうせんのついていたかぎのことはそのとおりだがだがそのときただかぎがさがっていたというだけで。 情のかかっていたということは誰が証明する警官諸君が来て、その時僕も来たのだがね、僕が引いてみて情のかかっていることを発見したんだよ。そして、そこに鍵のなかったことも、あの天保線のついていた時、 鍵はかかっっていなかったただ、鍵が刺さっていたきりさ。それに、この部屋から一番後に出たのは、石山自身であることも注意してほしい。それに、黒川君のアトリエから発見された鍵の札には、石山君の指紋があった。 それにまだ、凶器の指紋がある。と寺山所長は不満いっぱいにこう言った。ピストルの指紋は彼が人々の後から入ってきて手に取った時についたものだ。それはみんなが証言している。だが、その指紋は凶行時につけたものかもしれない。 その区別を誰ができる犯人にしては、人の前でそれを消すより、もう一度みんなの前で手に取ることだ。そのため、前の指紋が無価値になる。計画犯罪者にとっては、そんなことは常識だよ。 なるほど。と警部は苦笑しながら黙ったそれに被害者は勘だと言っているうんと警部は言ってちょっと寺山所長の顔を見ていたが寺山君それなんだよ僕はほとんどこの大村新し殺害犯人の謎は解いたつもりだ だがたった一つそのカンタまたはカンダの意味がわからなかったのだ君はそれを片目と解釈して義眼の石山君を追っているしかし僕は何かそこにありはしないかと思っているんだよじゃあ君は犯人のトリックを見破っているのだねうん じゃあ、それを聞こうじゃないか。まず、足跡のないことだ。犯人は、出るときは、あの、搬出口から出たろうが、入るときは、この正面のドアから入っている。バカなことを。玄関の前の部屋には、みんながいた。玄関の戸は、 あの通りの音がする。だが、今一つの戸を忘れている。このアトリエの前、廊下の突き当たりに一枚の引き戸がある。犯人はそこから入ったのだよ。あと、人々は小さく叫んだ。今まで誰も注意しなかった小さな入り口。 なるほど。利用すれば利用できるとであった。次に出るときは、あの搬出口から出た。じゃあ、誰が鍵をかけたんだい犯人がさ、外から。馬ーガ言っちゃいけない。人々の入ったときは、ネズミ一匹いなかったんだよ。 そして、ちゃんと鍵は下がっていたのだよ。うん。その鍵が下がっていたのに、後で警官が来たとき、その鍵がなかったというところから、僕は犯人は、この画質に隠れていたものと推測したのだ。バカな。と、吐き出すように橋本検事が言った。 子供であっても隠れるところのないアトリエの中であることはみんなに知れ切っていた。だが隠れていたのです。がまずどうして犯人がここから入ってきたかから説明いたしましょう。第一番に、犯人は大村氏とは顔見知り、しかもある意味において親しい人であったことです。 取り次ぎもなく夜のっそり入ってきても別に大村氏が騒ぎ立てもしなかったので知れましょう。犯人は大村氏をピストルで撃った。そして元来たところから出ようとしたが神田君がいたしピストルの音を聞きつけて茶の間から人々がやってくる。自分の入ってきた入り口は塞がれた。外に出る時間はない。 犯人は慌ててドアを閉めた。その音がピストルの後で人々の聞いたドアの音だよ。で、これだけで自殺説は成り立たなくなった。その時犯人は袋のネズミだったのです。ところがここで犯人に幸いしたことがありました。廊下で神田くんが人々に捕まったことです。 そのために人々のアトリエに入る時間がちょっと遅れた10秒20秒犯人は必死であるその時にその隠れ場所を発見したのです人々の足音はもうアトリエの前まで迫っている犯人はそして発見される一歩手前で隠れたのですああ どこにと芦田弁護士は規制をあげたこのベラスケスの絵の中にですハハハハこいつはいいと弁護士は交渉して天活かフェジニー以上だドイツの人物に化けて入り込んだんだいと絵の前に立ちながら画面をあおいだ まさか。なんもなんでも絵の中には入りませんよ。トリアングレイじゃありませんからね。その絵の裏にです。上部では2色の空きがあります。なるほど。もっとも。だが、田波くん。それも可能じゃないよ。あの時、この絵の前には踏み台になるものは一つもなかったよ。みんな2メートル以上離れている。 飛びつけやしないよ。それに床からだって3メートル以上あると菅生検事も立ってきて言ったそうです下からだって横からだって飛びつけやしませんだが犯人は一つの機械的なトリックを使ったのですこの彫刻台です あの夜、銃声を聞いてすぐ人々が駆け込んできた時大村氏は倒れそしてこの彫刻台が一人でにカタカタッと不気味になっていたと人々は証言していますこの通りこの彫刻台の足にはボールベアリングが入って動作が滑らかにできるようになっています警部はそう言って彫刻台を引き寄せて人々に示した それは計1メートル半高さやはり1メートル半くらいの菓子で作られちょっと引いたぐらいでもそれは軽く動き上の台は太いらせんで皇帝の自由を調節するようになっていた警部はそれをぐるぐると回しながらこのターンテーブルを利用したのです犯人はこれを絵の前に引きずっていき絵に取り付き 足で回転台を回しながら蹴ったのです。ボールベアリング入りの台は3、4尺移動しましたが、上のテーブルが回っているので、そいつが駒の役目をして倒れずに止まったのです。警部はそのとおり実験してみせた。ここに手で触れた跡がほこりの中にありますよ。犯人はこの中に入って、 つま立ちして両手を伸ばしました。この上の方にその手の触った跡が残っています。これによって犯人の背の高さも測定することができると思っています。このことは私より先に草浦さんも発見されていたのです。私はこの絵の前に座って、光線の具合でふとそれを発見したのです。 だがあなたはそれを知っていて僕に警告した。一つの証拠だったからです。それを見て私はあなたを恐ろしい人だと思ったのです。君子の顔にポッと赤みが差していた。じゃあ犯人はどうして足跡を残さずそこから逃げたのかね橋本検事が 手に持った入り口のドアには石山君が鍵をかけてしまいました犯人は足跡のつくのを恐れました搬出口を出ると外から鍵をかけその鍵を持ってこの窓の貨物を伝って雨のおそいたをるとからをかけそのをってこののを伝って雨石の上におりその上を歩いて前の自分の入ってきた戸口で靴を履いて 帰ったのです。誰かのため息をつく音がした人々は攘りの立った棚網警部の推理に感服したもう口を挟むものもない犯人の逃げた経路もそれに違いなかっただがね田網君一つ腑に落ちないところがあるなるほど犯人はそうして逃げただろうがね じゃあなぜこんなところに隠れずにさっさと初めからこの搬出口から逃げなかったんだい長い沈黙の後橋本検事が安楽椅子から体を起こして聞いたああそれですか言い忘れましたがと田波警部が言いさした時え犯人が はじめ逃げようとしてこの搬出口を開けたとき、あの門を入ってくる人の姿を見たからなのです。と、きみこが引き取った。ど、誰ですと、寺山所長が叫ぶように言った。第十章。瞳。 それが石山さんだったんです犯人は石山さんの酒を買ってくるのを見て両方の出口を塞がれこの額縁の中に隠れたのです草浦公子が笑いながら説明したうーんと寺山所長がうなった石山君が僕たちに門を入ってくるとこの搬出口の戸が開いたように 雨の中に明かりの島ができたと証言したのがこのことだったのだよ。と、田中み警部が付け足した。それで石山くんのアリバイはできたね。芦田弁護士が言った。だが、それは君だけの証言だ。僕たちは君にだって疑いを持っている。と、寺山所長は、 ほうを向いていったそれに黒川の家から出た搬出口の鍵には石山君の指紋が残っているんだ指紋なんて持ち込むことができますし偽造することだってできますわこのくらいの犯人になると現にあのピストルには人形の指紋があったじゃありませんか大村先生は 人形に指紋まで作っておいたのですよ。あの指紋は？と警部が聞いた。私のです。だが写真の根がのように私の指紋の凹部がこの人形ではとつになっているんです。私の手から先生が直接取ったのでそうなったのです。それはあるさ。だが石山の指紋の場合は。 キミコは小さく笑うと「お気づきになりません?と」と挑戦するようにその大きな目をくるくると回した「おお僕に」お「おお」と言って所長は公子の顔を凝視したあなたの部下の方がそれを見ていらっしゃったのですがいつどこで 山下吉一郎先生の玄関前で何をやっていたんだいと所長の声には少し土器が含んでいた犯人は山下先生が鎌倉の方に行っていらっしゃることを知っていて石山さんにはがきを出してちょっと用があるから来てくれと言ってやったのです石山さんは知っている方ですし大村先生の事件のことと思って行って あの予備林の紐を闇の中で引いてしまいました。石山さんは二三度行ったことがあるので、あの予備林のことを知っていました。あの予備林の先には大きな木の札が下がっていて、これをお引きくださいと書いてありましたわ。犯人はそれを知っていたのです。で、あれとアトリエの木札等を取り替えておいただけなのです。 聞けばなでもないトリックだっただがそれを思いついた犯人の頭の良ささらにそれを造作もなく解いていく草浦公子の英知にただ人々は簡単するだけであったじゃあその鍵をあの黒川のアトリエに置いたやつはあの家でで自由にできる人黒川正義と すぐ検事が聞いた「えっ?」「はは。なるほどだが黒川君ばかりではなく君も自由に入っていたと寺山所長は叫ぶように言ったおお<う>と公子は言ってびっくりしたように所長の顔を見た 黒川くんが大村殺しの犯人であるように、君自身だってその点はやはり容疑者の一人だ。そうでしたね。僕も聞きたいと思っていましたよ。どうしてあそこに出入りできたかってこと。まず誰にも慣れない犬がいた。田波警部が聞いた。犬なんか。 マスチフ種の相当な犬でしたが、黒川さんはしょっちゅう留守でした。犬だって寂しいことはあるし、お腹のすくことだってありますわ。よく鳴らされた犬と見えて、初めはなかなか手なずけるのに大変でしたが、毎日のように留守を狙ってはお土産を持っていきましたわ。肉や魚や、それに私の代金を混ぜ、私の大衆を移して、 10日もすると仲良しになりましたわだがあの塀は男にだって乗り越せなかったそれなのにあなたは僕たちの前で消えましたね黒川さんの出入り口があったんです追われた時にどこにあの街灯から78本右に明かりの届かない塀のそばに水道用のマンホールがありましたわね ああ、なるほど。そして、庭の元の防空壕に続く出口はと言ってキミコはちょいと肩をすぼめた。出口はと警部が聞く。はばかりのわからなかったはずだ。何か秘密の出入り口はありやしないかと相当探したが、まさか川屋の中とは さすがの警部もあぜんとしたじゃあ草浦さん黒川君はその鍵を持っているのになぜ次に首を盗みに来た時に窓を破ったのその鍵を利用すればいいじゃありませんかと芦田弁護士が聞いたどうです黒川さんときみこは黒川に聞いたしかしさっきからまるで人とごとのようにこうした問答を聞いていた黒川は 顔色一つ変えることなしに首を上げてキミコを見た。お返事ありませんね。では私が続けますわ。それがこの人の辛抱なのです。黒川さんはまんまと彫刻台のトリックで指紋一つ残すことなしに逃げ合せたのです。ところが部屋の中の指紋は全部消して逃げましたが、後で あの窓のカマチについた部分を消してこなかったことに気がついたのです。もちろん昼はやってこれません。で、どうしたらいいでしょう。石山さんのピストルにやったと言われたあの手を使うことです。後になって、いま一度あのカマチに触れることです。あの三劇の時は黒川さんも相当に狼狽していました。 どこに手が触ったか記憶がありません。もし後で指紋が発見されても、たかが人形狂いの窃盗で微細です。命に関わるほどのことはありません。で、二回目も鍵を使って出入りしたのですが、カムフラージュのためにわざと窓を破ったのです。じゃあ首は、ただ単にピグマリオニストと見せる小道具。 そう聞いたのは橋本検事いいえこの事件の目的は初めからこの首にあったのですえじゃああの惨劇さえもと寺山所長は言って彼女を見つめたええだから私はこの人を憎むのです大村先生を殺さなくったって盗めたのです それをそれを殺すなんてさすがのこの女もこう言って声をのんだじゃあ大村氏殺害の時なぜ首を持って行かなかったのかねその暇がなかったのです首はこのように螺旋ではめ込みになっていますちょっとでは抜けませんその時はそれより自分の命が危険だったのです では、どうしてこの首が大切なのですさっきから黙って人々の話を聞いていた田波警部は、やっと口を出した。首そのものではないのですが、その中に隠されているものなのです。それをこの人たちは、命がけで狙っていたのです。この人たちってええ。黒川さんや、 死んだ猪狩という人。おぉ、猪狩まで。それは、一粒のダイヤでした。男の方の親指くらいの大きさの。それを大村先生は密輸入したのです。やっとフランス、台湾と持ってきましたが、日本に入れる手段に困ったのです。その時、 ふと台北の街でばったり会ったフランス時代からの友人のこの黒川さんに相談を持ちかけたのですもちろん相当の報酬を訳されたことでした先生は終戦前に帰ってきましたそのうち戦争も終わり台湾との交通も途絶しそのことはこれなりになってしまったのですところが黒川も帰ってきそして この宝石を狙ったのです。黒川だけならよかったのですが、彼の背後には台湾の過激島が睨んでいました。黒川は元来台湾生まれの日本人ですが、祭主はまだ向こうにいます。日本にあるアトリエや財産の整理に一度帰りたかった。そのためにこの人は、過激島に席を置いたのです。 日本に来て唐の仕事をすることを誓えば彼らの手で返してもらえるのです中華から帰る人たちもこの手を使うと聞きます黒川はその時彼らから金を借りる時にこの宝石のことをちらりとしゃべったのです過激唐の連中も黒川もこの宝石の出どころは分かりません彼らはそれをあの終戦直後 台北の飛行場で飛行事故のため死んだインドの死士、パジャップ氏の持っていたものと思ったのです。その頃、あの飛行場には先生もいましたし、この石山さんもおられたのです。向こうと連絡のある日本過激党は、その宝石を党再建の資金にしようと考えたのです。彼らは大村先生を脅迫しました。先生は黒川の出入りを禁じ、 時々金を渡ししていましたで黒川は夜こっそりあのアトリエに明かりがついていて人のいないところを見ては先生を訪ねてきていたのですそのうち先生は身に危険も感じましたし一方宝石の隠し場所に困って最後にこの人形の首の中に隠すことを考えつかれました。 私はフランスでこの首の製法を見て知っています。中はうつろですが、頭蓋骨のように特殊な軽金属を使っています。高温度に耐え、退散で、普通のドリルでは穴を開けることはできません。この金属のことで先生は軍の食卓になられ、それの高度試験をあのタイでやっていたのです。その中の一つに、 この宝石を入れたのです。そしてその秘密を一人の人間だけに残していったのです。うっかり物に書き残すことはできません。どんなことでもやり通す組織を持っている過激党のことです。先生はその方法としてもこの人形を選んだのです。それはその宝石を正しいものの手、元の持ち主に返してやるためです。 そのために先生は私の似顔であるこの中に隠しました。うん。その正当な持ち主ってのはあなただったんですね。と、静かに諏訪賢治が言った。ええ。私と先生とはパリでしばらく一緒に暮らしていたことがありました。私たちは愛し合っていたのです。しかし、 あの大戦争が私たちを離れ離れにする時が来ましたなぜって私の国籍はフランスにあったからですだが先生は私の日本に来ることを信じていました私はまんまと動乱のリヨンから日本人になりきって日本に上がりましたそして戦災に遭った先生の住所を探しているうちあの人形をデパートで見たのです 私はデパートで先生の住所を聞き探しに来た夜が、ちょうどあの惨劇の夜だったのです。私はこの塀の外でしばらく立っていました。そしてあの銃声を聞き逃げていく黒川を見、その後をつけたのです。それからの私の活動は、棚網警部のご存知の通りです。私は彼の証拠をつかむためと、 あの3体のうちどの首にその宝石があるかを探しているうちとうとう黒川は窃盗罪で挙げられ3つの首まで警視庁に引き上げられてしまいました犯罪の動機はそれで分かったそこには恐ろしい過激派たちの魔首があったのだ猪狩はそれらの手先になり宝石を狙って失敗しそして自殺させられたそうすることがまた 彼にとっては懸命の策でもあった。なぜならば彼らには、鉄のように冷たいリンチという掟があるからである。そのうち、黒川の実が危険になりました。過激闘の連中が狙い始めたからです。私は最後の手段として、あの夜、彼を担当で脅迫したのです。 彼は不必要に大声を上げて、あなたたちを呼び入れ、あの芝居を打ったのです。私に取られるより、あなたたちの手に一旦保護させようという悪賢い考えからです。それに今一つ、過激党の手から自分の命を守るためでした。あの時のあなたの紛争には感心しましたよ。そして、 あの京王線の代々木の駅で消えて亡くなったのはまさか白昼マンホールではなかったでしょうね警部は言って笑ったあんなことは何でもないことでしたわあれは私のいたずらでもあるんですけれども私はあの時黒い絹のゴム引きのマントを手提げの中に入れていたのですそれを羽織りその頭巾をかぶったまでなのです だが、その足は隠せないよ。ええ。ところがあの時私は、スカートの中に薄い長ズボンを履いていたのです。それをホックでスカートの中に隠れるくらいに止めておき、レインコートの中で下げたのです。なるほど。それでその美しい長い足は隠れてしまった。 靴にまでは気がつかなかったからねえ君は恐ろしい人ですねえ警部は心からそう言って簡単したまあとさすがにポッと顔をわからめて公子は下を向いたが先生は人形に宝石を隠したことは賢明な策でしたなぜって デパートメントに出せばきっと私が見るであろうことを知っていたからです。私はフランスではその後デザイナーでした。が、それがまた先生の誤り手でもありました。先生の金属のことを知っている黒川もその首に目をつけたからです。先生はまた私に知らせる一つの方法に俳句を書いて残しました。東京新報の文芸欄に 先生がこの人形をスケッチし、そのそばにあの句を書いていました。目の涼し、鎌氷におりし女かな。というのです。瞳。目と鎌を振っていますが、私にはすぐそれが瞳であることがわかりました。黒川も私のことを木内瞳と言ったはずです。 私はフランスでは旧知瞳と言っていましたキューチとは南フランスにある名です私の父の名字なのですガマまごおりが第二の暗号でした私の母方の名は草浦と言いましたきみ子は私の母のつけてくれた名です私はまたこの名が好きでした大村先生はそれを知っていたのですガマゴーリを

ポーはどんな暗号でも読んだと言っています。フランス人もまた暗号の好きな国民です。その頃私たちの中には、この暗号遊びが流行しました。私は、黒川がもし大村先生殺害犯人として挙がっても、この宝石のことは言わず、あくまでピグマリオニストとして逃げ通すだろうと信じていました。もしそれを喋ったなら、 過激党の復讐が恐ろしいのです。本人はもちろん、台湾に残っている妻や子供にまでその魔種が伸びるのです。あの夜、黒川は、例の通り先生を脅迫し、宝石のある首を渡すことを迫りました。もう先生も官人の王を嫌いしました。逆にピストルを突きつけて、黒川を狙ったのです。だが先生は、 黒川にピストルを奪われ撃たれたのですそれがこの大村先生殺害事件の真相なのですそう言って公子は口をつぐんだ君は黒川が犯人であることをいつから知っていたんだねと寺山所長が棚網警部に聞いた 僕が僕の部屋で鍵のことからあの大村氏の殺人をいつ知ったと聞いた時からさその時黒川は前には大村氏は自殺だと空とぼけていながらあの時うっかり僕の尋問に引っかかって殺人のことはすぐ新聞で見て知りましたと口を割ったそれから僕は確信を得たのさ それと鍵を発見してからさうんお畜生よく馬鹿しやがった黒川どうだ言うことがあるか寺山所長はこう言って立っていって黒川の首を手にかけてぐいっと上に上,に上げたうん 青ざめた彼の顔がピクピクとけいれんしたしかし何も言わなかったただその目がギラギラと公子の顔を見ているだけだったお許しくださるならば紫外線の投影でそのダイヤがどの首にあるか知りたいのですと公子は言ったいいでしょう神塚君その装置を頼みますよ 警部は会員に頼んだ。3つの美しい模型人形を並べその頭部に紫外線が投じられた第1番の人形には何も見えなかった何も見えません人々は半円形にそれを囲んだ光が弱いんじゃないかはあ。 首だけを台に乗せたらいかがですのと、キミコが定義した。そうですね。そうするといいかもしれません。首が抜かれ、彫刻台の上に並べられた。自分の首が獄問題にかけられているみたいですわ。と、キミコは笑った。明かりを消した方がいい。誰かが立ってスイッチを入れた。 第二の首にもなかった。第三の首。その左の目が紫色に光ってきた。ご覧ください。これがダイヤです。と、闇の中でキミコの声がした。人々が覗いた。見よ。首の左の目の中に散々と輝く。 正しく切られたブリリアン型の親指台の宝石おお<ー>と人々の口から簡単の叫び声が漏れた特殊のガラスの光の屈折によって外からは絶対に発見されることなくできているんですこの光っている片目大村先生の死なれる時言われたあの神田は この固めのためんだったんです。これは私の母が父から贈られそして私が大村先生にお預けしたものですそして闇の中に彼女のおえつの声が続いた電気をつけてくれたまえ。 と警部が言った。紫外線の光は消えた誰かが立っていったが伝統はつかなかった「どうしたの?」と橋本賢治が言いさした時闇の中から「これはいただいていきます。さようなら皆さん」そういうみ子の声がし そして次の瞬間バタンと激しくドアの閉まる音がしてその語尾が消えた後にはただ甘いジャスミンの匂いだけが闇の中に残っていた完全にやられたよそれから三日目 だが心から愉快そうな棚警部は、警視庁の自分の部屋でこう言って部下の磯子刑事に笑いかけていたその大きな机の上には古いドイツ新聞が一抱かかえ重ねられていた見たまえこれをそう言って警部はその新聞の閉じ込みを開いて磯子刑事に示したそこには 東洋の張りと見出しがあって木内瞳草浦美子と名乗った女の写真が大きく出ていた。